もう始まってんじゃないですか。はい、時間になりましたので始めさせていただきます。はじめまして。 A4 ラの AB アーキテクトビルダー建築の設計と生産研究会 の、 あの講演会を行いました。日本の制度は土地と道路を明確に分ける。建築家が参加できるのは多くが限定された敷地内である。建築家はその敷地をどのようにして一般に開いていけるだろうか。街路、道、公園、公共施設の建設は公共行政主導で行われる。多くの場合計画策定は登録コンサルタントや行政内の担当者主導で進められていく。そこに地域住民や建築家はどのように参加していけるのか。平成26年の国土交通省の調査では総合評価落札方式が 50.6%、 プロポーザル方式が 22.6% というデータがある。総合評価による評点制度が近年は普及していくが、多くの工業建築への参加資格は若手には厳しく大きな壁になっている。ここで今回登壇していただく大プラス H は近年のプロポーザルでの活躍も目覚ましく、広島東部地域防災センター、島根県邑南町の道の駅みずほ、多賀町中央公民館などの多くの公共事業に参画している。そこで大西巻百田祐希オーバーステージの近年の仕事をめぐって、若手建築家がいかに公共空間にアプローチするかをめぐって討論していきたいと思っています。それでは A フォーラムについてのちょっと説明を行うんで、斉藤先生に一度説明していただきます。あ、皆さんこんにちは、斉藤です。ちょっとだけマスクを取って正体を表します。おひげのおじいさんです。マーク初めて見る。今日はすごいビッグで懐かしいお二人をお招きして、いろんな話が、思いがあるんですけども、まあ、簡単にこの場所だけちょっとお話しますと、お茶水湖の駅から歩って3、4分の、昔懐かしいレモンのお店が1階にありますが、その5階にあります A フォーラムとも言います、8年前のちょうど今頃大西さんと多分、いろいろ打ち合わせをしたり作業をしておりますが、いろんなの活動がありますが、今一番重要なのは和樹さんが今言った講演会はここではやりません。はい、すみません、間違えました。ここはフォーラム、はい、あるいは研究会ということでですね、本来なら大勢40人が集まってやるとかなんですが、今日はオンラインということです。でこれ2年に一度出しておりますが、これ第1号の、2年目に出しました。後で読んでもらうんですが、この場所が決まってから、まずこのインテリアデザインをどうしようかという、大西さんにやろうという、基本構想から、模型作りから、棚椅子全部やってくれました。まあ、語ると涙が出そうな、いろいろありますけど、今日は久しぶりに会ったのにタイムスリップした感じで、8年前の、今も若々しいですが、今日はいろいろ話聞けたらと。どうもありがとうございます。よろしくお願いします。すいません。それでは、大西巻さんたちに、はいはい、プレゼンをしていただきます。はい、講演会ではなく討論会です。よろしくお願いします。すごくいいで間違えつつ。何思ってる。討論する。AB 研究会。待て。はい。はじめまして、オープラス H という名前で設計事務所をしております、大西と申します。百田と申します。
今日はどうぞよろしくお願いします。はい。今、斉藤先生にご紹介いただいたんですけれども、私たちは、もともと大学の同級生で、私自身はどこにも勤めないで、学生を終わってすぐ独立して、全然仕事がなかった時に、斉藤先生に気仙沼でお目にかかりまして、それがきっかけになって、はい、A フォーラムの家具だったりインテリアだったり斉藤先生と一緒に計画する機会をいただきまして、ちょっとデザインにもあったな、信じました。はい、それでその時からここに来てなんか一緒にやろうって何度も声掛けいただいてたのになかなか来ることができず、今日、はい、来られてすごく嬉しいと思ってます。あと、ふの先生は、私たち、京都大学、二人とも同級生で出身なんですけれども、その時にふの先生、京大にいらして、東洋建築士を教えていただいたり、木匠塾で、お世話になったり、私自身は滝山聖先生の研究室だったので、滝山先生とふの先生が大変、親しかったということもあって、研究室の講評会にふの先生が来てくださったりという形で、今回、お招きいただいて、大変嬉しく思っております。今日はよろしくお願いします。じゃあ、画面を共有して。あ、大丈夫ですか。はい、見えてますでしょうか。大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。で、今日は、多様な居場所を作るというタイトルで、住宅の設計から、すごく初期の時にやった住宅の設計から今まさに現場が進行中のプロジェクトまで手を離してきたらと思っています。はい、私たち大学時代を京都で過ごしたんですけれども、これは京都の中でもすごく好きなお寺の一つで、大徳寺の高等院という塔頭のアプローチになります。新緑の、はい、時期にはすごくこう緑、柔らかい緑に包まれたこういうトンネルを抜けて、中に入ると一旦すごくこう暗くて奥にこう明るい緑が見えてくるような空間をくぐり抜けて、で最終的にこう庭の苔がこう明るく光っているような庭に出会うというような経験が高等院ではあります。で何かその、建築の体験っていうのが先ほど、建築っていうものが切り分けられた土地の中だけでこう成立しているんじゃないかっていうご説明もありましたけれども、私たちにとってやはり建築っていうのは何かその建物の中だけで閉じているというよりかは、その前にこう京都という町の体験があって、そこからお寺のこうアプローチに入っていって、暗い空間を抜けて明るい庭と出会うというような、その経験全体っていうものがすごくこう建築と呼べるものなんじゃないかというふうに思っています。なので何か建築を考えるときにも経験全体を考えるように建築を作ってみたいと思っています。またその経験っていうものが一つの一通りの方法だけで経験できるというよりかは、建築の中にこういくつかの経路、複数の経路であったり出入り口だったりっていうものを作ることによって、よりその経験がこう多様になって、複雑といいますか、こう同じ空間でもこちら側から体験するのと反対側から体験するのでは全然こう違って感じられるように、より多様な経験が生まれるんじゃないかと思っています。でまず一番最初に紹介するのは、私たちが、そうですね、初めて実現した二重螺旋の家という住宅です。こういう外観をしているんですけれども、
敷地は東京の谷中というところにありまして、これは敷地の写真ではなく、私たちが谷中らしいなと思っている路地の写真なんですけれども、こういう感じでこう細い路地があって、こう植物が生えていたりとか、猫が歩いていたり、古い木造家屋が残っていたりっていうような、大変魅力的な場所です。でただ実際当時もうこれできたの10年前なんですけれども、谷中をこう歩いていて、先ほどのような谷中といったらみんながああいう風景を思い浮かべるんじゃないかというような風景っていうものが残っているのはすごく限られていて、この茶色をクプロットしているところなんですけれども、すごくこうそういう場所が減っているなというのを感じたので、せっかく谷中に建築を作るのであれば、何か今この場所に残っている魅力的な街のネットワークにこう参加して、よりそれをこうパッとこう浮かび上がらせるような建築っていうものを作りたいなというふうに思いました。で敷地はこういう形をしてまして、こう旗竿敷地なんですけれども、旗竿、単なる旗竿っていうだけじゃなくて、路地がこう2本接続しているということが特徴的な旗竿敷地でした。で奥に6メートル ×7 メートルのすごくこう閉じた秘密の花園みたいな閉じた場所があると同時に、何かどこまでも続いていく道の一部でもあるような、そういうすごくこう連続的なイメージとこう閉鎖的なイメージという相反するこうイメージを持った土地だなというふうに感じました。でこれが一番最初に描いたイメージスケッチなんですけれども、何かこう谷中らしい路地がこうぐるぐる立体的に巻き上がっていったような、そういう住宅を作りたいなというふうに思いました。で構成はすごくこう単純で、真ん中にこう部屋が積み重なったボリュームがあって、その周りにこうチューブ状の廊下がこうぐるぐる巻き上がっていくっていう構成なんですけれども、まあ、白いボックスの方はこう閉じていて、こう抽象的なボックスとして作って、こう谷中らしさというものがこの何かもいろんなものがこう付加されていくことで、よりこう時間の経過とともに魅力的になっていく空間というものが、このチューブ状の空間というイメージで作ったんですけれども、まあ、このチューブが内部だけじゃなくて、このチューブの上も屋外階段になったりテラスになったりするので、内部の螺旋の空間と屋外の螺旋の空間という二重の螺旋の空間が絡み合っている二重螺旋の家という名前をつけました。で外観がすごくこう特徴的な建築ではあるんですけれども、実際にはこう旗竿敷地でほとんど外観を見ることはできないということを考えると、実際にのこの建築というのは何かこの下に書いているようなもっとこう曖昧な状態というか、そういうものなんじゃないかと思って描いたのがこのスケッチで、ちょっと小さくて見づらいかもしれないんですけども、それを全部にこう展開させたのがこの展開スケッチなんですが、こう左下の方に前面道路がありまして、そこからこう路地をこう上がっていくと1階の空間があって、でまたゆっくりその難しいこれポインターが難しいですね。それでいける。あ、いける。あ、ここのこう斜めの、ここが一番緩やかな階段なんですけど、ここを登っていくと2階の空間がベッドルームがあって、ここをこうちょっと曲がると廊下の幅が広くなって少し、勉強できるような廊下もあったり、こう3階のこのお風呂に来ると、ここからこう例えば洗濯物を取って、このグレーの部分が屋外階段なんですけど、この屋外階段上がって屋上に行くこともできるし、内部の階段を通って3階を経由して屋上に行くこともできるっていうような形で、何かこうぐるぐるどこまでもこう行き止まりがなく、その行ける経路がたくさんある住宅になったかなと思います。そうするとこう1階ではこう谷中の路地のこう石畳の風景が見えてくるけれども、同じところでもこう屋上に来るとその屋根だったり、そこを歩いてる猫やこう木々のこう枝先っていうものが見えてくるっていうように、こう立体的に都市との関係とも変わっていくような家になるかなというふうに思いました。これが実際にできた建築になります。アプローチがあって、中に入ると、まあ、一番緩やかな階段なんですが、角を曲がると窓が開いていて、すごくこう明るくなったり幅が広くなったりっていうふうに、すごくこう
周りが他の家に囲まれていて、窓を開けられる場所も限られているので、一つ流れの空間の中に暗いところがあったり、明るいところがあったり、広いところがあったり、狭いところがあったりっていうような、抑揚のある形でつながっていきます。で、角にこういうコーナーがあったり、3階まで行くと、このチューブとこの、ボックスの部分がもう一つ流れになってしまって、チューブだった部分がこういう、ソファーになって、こうさらに屋上につながっていくようになっていたりします。これが、旗沢のもう一本の路地から見た外観になっていて、これは10年経ってもまだここが今立ってないので、まだこの状態見れるんですけど、これは竣工時の、写真で、今こういうところにこう植物が割って植わっていたりとか、洗濯物が干されてたりっていうふうに、より谷中らしい風景になってきてるかなと思います。ちょうど去年、今年かな、10年経ったので、外壁を少しこう張り替えたり塗り直したりして、また次の10年に向けて、今、すごく楽しんで住んでくださっているという状況です。で、何かこういう、こう、日的な空間っていうものを、もう少し大きな建築でも考えられないかなと思ってやったのが次の、東根の根という、コンペのプロジェクトになります。これは山形県でさくらんぼが有名な東根市っていう町があるんですけれども、そこで PFI という方式の、コンペでやりました。皆さんご存知かと思うんですが、PFI っていうのがその建築家だけで応募するコンペじゃなくて、施工者さんだったり、運営の人だったり、維持管理の方だったりっていう設計とからその20年間の運営、15年とか20年の運営までセットでこう応募するっていうようなコンペなんですけれども、私たちはそういうコンペに参加するのが当時初めてだったので、せっかくその、なんて言うんでしょうか、本当にアイデアを出す1、0から1の部分も、その、建築に関わる全ての人がチームになってるんだったら、なんかその0から1の部分を一緒に考えられないかって思って、作ったのがこの、言葉になります。で、ここはどこ、ここは誰のものっていう言葉なんですけども、で、これがその当時のチームで、建築は古谷先生だったり、マラアーキテクチャーさんっていう私たちと、マルアーキテクチャーさんという同世代の、建築家と一緒に組んでたり、この辺りにこう図書館の運営の方がいらしたり、後ろにこう施工者さんがいらしたりっていうような、こう30人ぐらいのチームで毎週毎週模型を作ったり、案を作ったりっていう風に打ち合わせをして提案を作っていきました。で、実際、こう、コンペで、作るようにと言われてたのは、図書館と美術館なんですけれども、そもそも、私たちの時代に、今必要な図書館と美術館っていうのは、一体どういう場所なんだろうっていうことを、ワークショップみたいにして、チームでみんなで話してみるっていうことをやりました。で、そうすると、例えば、いろんなスライドがこの間にあるんですけれども、何かその、これからの図書館と美術館っていうのは、なんか自然と学びが生まれるような場なんじゃないかとか、なんか未来につなげて発信する場なんじゃないかとか、例えば4番の学びほぐしの場っていうのもすごくいい言葉だなって思ったんですけども、学校でこう知識を単にこう得るだけじゃなくて、それをこうほぐして社会で使えるような力に変えていくっていうのがこれからの図書館美術館じゃないのかっていうような言葉とかが、みんなでこう紡がれていって、行ったりとか、あとその15年とか20年の運営のセットで考えるときに、何かその建物単体で考えていてもダメなんじゃないかっていうのが自然にこうチームの中で話が出てきて、それだったらこう、まあそれはもうほぼ街づくりにつながっていくものだということで、例えば近くにこう東根温泉っていうすごくこう、お湯はいいんだけれども、今少しこう、なんて言うんでしょうか。ちょっと、うまくいってないってわけじゃないんですけども、もっとこう可能性がある、温泉街
ってものがあるので、そこで、アーティストインレジデンスとか、作家インレジデンスみたいなこと考えられないかとか、山形の東根市、組むたいものがすごくこう有名なので、そういうのと連携したこう選手ができないかみたいなふうに、こう、街づくりも考えていくっていうのを勝手にこう提案するってことをやりました。で、私たち当時また学生上がりでその建築の専門家って言ってもそんなにこう専門ってほどではないっていうような立場だったので、そういう立場でこうみんなでチームでこう建築を考えていくときにどういうふうなことをやっていったらいいのかなっていうのを考えたときに、なんかそういういろんな人がこうアイデアを出すっていうのをこうスケッチで書き起こしていくのはどうかというふうに思いました。例えばこう図書館の真ん中に大きなカフェみたいなスペースがあって広場みたいになったらいいよねって言ったらそれを書いたり、こう美術館と図書館が別々のものであるんじゃなくて、なんか図書館を抜けた先に美術館のスペースがあるみたいな、そういうのがいいんじゃないかとか、あと山形は雪が多いので冬に子どもの遊び場が欲しいっていう話があったら、それをこう児童コーナーの遊び場みたいに切ってみたらどうかとか、隣にこう中高一貫校が、あるので、そこから帰り道に中高生がこうフラッと通り抜けていくような、そういうのはどうかとかっていうのをいろいろスケッチで書いていって、でそれをまあ同時に模型でもスタディしながら、プロジェクトを進めていったというところがあります。これも見づらいんですけども、こういう人手型の道が重なり合ったような図書館とか美術館になっていて、横だと図書館は図書館、美術館は美術館という形で文頭で作りなさいという形だったんですけども、ちょっと、それを、ま、美術館をまずこう真っ二つにしてしまって、美術館の展示室から展示室を行くときに必ずこう図書館を通るようにするとか、こっちに中高一貫校があるのでそこから中高生のこうエントランスをこう作って通り抜けていけるようにしたりとかっていう風に、なんか普通だったら図書館ってやっぱりこうセキュリティの問題があるので、入り口をなるべくこう一箇所に絞って本が盗まれないようにするっていうのがまあ当たり前の管理のしやすい考え方かなという風に思うんですけども、こういう風にこういろんな人が通り抜けていくような図書館美術館っていう理念をみんなで共有していくと、じゃあ図書館を運営する人もなんか入り口これで全部こう入り口をこう閉じてしまったらこのプロジェクトの意味がなくなっちゃうから、こう先端にこう泊まり木みたいなカウンターを作って司書さんがこう歩いて管理すればいいじゃないかとか、なんかそういうふうにこう前向きに問題解決していけるような関係が築けるっていうのはすごく面白いなというふうに思いました。これが、内部空間のイメージです。これが、外の外観のイメージです。で、これが、残念ながら、すごくいいチーム、すっごくいいチームだったんですけれども、このコンペは、2等で負けてしまいまして、で、私たちもすごい悔しかったんですけれども、この丸ってつけてる、ここの斉藤さんっていうのが、当時、そうだね、機械設備の、だから、施工会社さんの下請けの機械設備の、会社の当時はまだ社長にもなっていないお父様が社長で息子さんとして参加されてたんですけども、まあ、この時にすごい面白かったのが、やっぱりその普段は私は建築家ですとかこうあなたは構造設計者ですとかこう施工会社さんですとか運営の方ですみたいな感じでこう出会うと、そのプロフェッションの中でしか会話できないことが多いのかなというふうに思うんですけれども、この時のチームの時はやっぱりそれをこう飛び越えて、なんて言うんでしょうか、例えば斉藤さんというこの丸がついているこの設備の会社 の、 社長さんは、設備の会社の社長さんでもあるし、同時に東根でお子さんを3人育てているお父さんでもあるっていうふうに思うと、自分の娘のためにどんな図書館美術館を作りたいかっていうふうに考えると全然違う関わり方になってくるっていうようなところがすごく面白いなというふうに思って、で、なんか斉藤さんが、途中、このコンペやってる途中で、勝手にこう、4万2000人って東根市全員の人に、
署名活動を始められたりとか、なんかすごい頑張ってくださったんですけど、でもコンペが落ちてしまって、すごく残念だったんですが、斉藤さんと一緒にここで実現できなかった思いっていうのを、斉藤さんの会社を、新社屋を建て替えるっていう計画の中でやろうということになりまして、で現在それを、進めているところです。これが敷地なんですけれども、おさくらんぼ畑になっていて、こういうさくらんぼ畑、東根って佐藤錦の発祥の地なんですけれども、こう後ろにこう山並みがあって、その前にこうオフィスの屋根があって、さくらんぼ畑があるっていうような敷地で今考えています。初めはここは実は駐車場の用地として買われてたところだった。でこのさくらんぼの木はもう全部切り倒される寸前だったんですけども、耕作放棄地だったので、なんですけど、斉藤さんに絶対こっちで建てた方が、東根らしい働き方ができるっていうふうに説得して、で、初め、ここにいらっしゃるのが斉藤さんのお父さんの会長さんなんですけども、1、2本観賞用で残すのはいいけど、手入れが大変だから絶対反対っていうことだったんですが、ある時こう打ち合わせに、さくらんぼの時期に打ち合わせに行ったら、ここにこう会議のテーブルを置いてくださって、お前たちがやりたいのはこういうことだろうって言って、斉藤さんの、そのお父さんの斉藤さんが、もうさくらんぼ農家の人と化して、自ら芝刈り機をこう、乗り回して、最近になるともう私が作りましたっていう、箱入りのさくらんぼを送ってくださるようになりまして、で、今このさくらんぼ畑の中に、オフィスを作っています。でこういうさくらんぼ畑の中に枝のように分け入っていくようなオフィスなんですけれども、こう駐車場だったり資材置き場だったり休憩の広場だったり小松の広場って呼んでる、一つ水面があるような広場を作ったりして、それをこう縫っていくように作っているオフィスになります。ここにこうさくらんぼ畑が見えてきます。これが模型になっています。なんかこう働き方、今斉藤さんもともと機械設備の会社だったんですが、今こうなんて全部の施工ができるようなゼネコンさんになりつつあるような会社なので、働き方もこれを機にみんなで社員の方々と話しながら、多様な働き方ができるオフィスっていうのを今考えようとしているところです。あと何かこう東根の根のプロジェクトでやりたかった街づくりのきっかけになるようなオフィスっていうのを考えていけたらなと思っています。これがこうイメージ図なんですけれども、ここにこうオフィスがあってさくらんぼ畑があって、でそこにこれはその斉藤さんのお父さんがこうさくらんぼ畑の下にオフィス、なんていうか鍵付けを置いてくれた日にまさに起こってたことなんですが、隣でこういう建築の資材を運んでたりするようなこう車がやってきてまさに仕事をしている、その横でこう芝刈り機をその会長が乗り回して、そこに孫が乗って走ってついていってるみたいな形だったり、こう芋煮をやってる人がいたり、あとこういうこれからこう斉藤さんとしてはその施工にの仕事についてくれる若者が減ってるっていうのもすごくこう懸念されてるので、そういうことをなんていうか、もっと建築の仕事が面白いってことを伝えていくようなレクチャーができるような場所があったりとか、あとこうまさに会長がそうされているように、引退された方でもやっぱりその知恵をこう若い人に伝えながら、同時にこうさくらんぼの手入れを一緒にして楽しくさくらんぼを収穫して皆さんに送ったりできるような仕事を例えばするとか、あとなんか学校帰りに子どもたちがこのオフィスにやってきてこう宿題ができるような場所があるって言ったように、何かこういう場所だからできる、こう東根だからできる生き方とか働き方っていうものを建築を通して提示していけたらなと思っているところで、今まさに着工して来年竣工する予定です。はい、僕たち僕たちがその働く場所をを考えるきっかけとなったプロジェクトをご紹介したいなというふうに思います。グッドジョブセンターという障害のある方と共に働く場を考えました。おせちさんはタンポポの家といって奈良で40年以上障害者福祉をされてきた団体です。
で、障害のある方が書かれた絵画とか、作品を、タビオさんとコラボレーションして、可愛い靴下にしたりとか、こういう風呂敷にしたりとか、そういう商品開発とかもされているような、団体です。で、新しくその働く拠点を放送するときに、まずはその既存のアトリエをこう見学しに行くところから始めました。で、このアトリエでもすごいこう、面白くって、こう机を囲んで一緒に作業するのがこう得意な方もいらっしゃれば、壁に向かって一人黙々と作業されていたりとか、あと廊下とかもう本当にこう倉庫の片隅でもう黙々と作業されている方もいらっしゃって、本当にその自分それぞれの方が自分の好きな働き方をされているというのが印象的でした。で、またこの金髪のこの男の人はスタッフで、彼自身もアーティストの方なんですが、そういったこのスタッフの方がそのメンバーさんの創作活動を一緒にこうサポートされていて、本当にどなたが障害があって、どなたがないのかっていうのもわからないような、本当に一体になって皆さんが働かれているのが印象的でした。また、クライアントからこう示された理念を共有するというところからもスタートしています。これがクライアントが示した以上なんですけども、違いを認め、違いを大切にする。一人一人の違いを認め、違いを大切にして、より良い面を伸ばしていける環境を作ることを目指す。それは人の特性、特質を正しく理解し、その理解に基づいた生きやすい環境を整えていくこと。アートは一人一人の違いを際立たせ、その違いを個性として目に見える形にする。障害のあるなしに関わらず、ここに集う人たち、すべての人たちがその人のままでいられる。誰もが自分の可能性を信じて、その能力を最大限発揮することもできる環境を作ること。こういったこの理念をいただいて、それをどうやってこう建築に反映していくのかということを試行錯誤して考えていきます。で、僕たちが提案したのは、こういうこう壁とか屋根がこうバラバラバラと集まってできる建築です。で、この建築はですね、いろんな要素がこう集まって、できてきて、その隙間から光とか風がこう通り抜けていくというような建築です。で、単純な幾何学的なルール、こう一末状に壁を積み上げていくっていうルールがあるんですけれども、そのルールを徹底していくというよりも、そのルールから始まってちょっとここを変形させたら、小さな場所ができるんじゃないかとか、ここに植物が植えられそうとか、そういうこう、ルールを、トライアンドエラーでこう居場所化していくと、ルールから始まってどんどんこう居場所を作っていくということを、大切に考えていきます。またこのシステムというかルールのいいところは、つなぐことと隔てることが同時に現れるのがいいことではないかなというふうに思います。で、そうしてできたのがこういう、何かいろんなものがこうわーっと集まってきて、で、建築の壁だけではなくて、そこにこう家具やこうアートがこう重なっていって、で、人の活動もそこに加わるという、多性的なその建築だと思います。いろんなものが加わってくることで、より魅力がこう増していくような、そういう建築にしたいなというふうに思います。で、例えば、ここはですね、天井高がちょっと低くって落ち着いて作業ができる、アトリエで、奥にこう明るい、ホールがあります。こっち側の2層吹き抜けの明るい、ホールから、先ほどのちょっとこう天井が低くて落ち着いたんです。またその奥には、窓際で、一人で作業できるようになって、こういうこういろんな場所がこう繋がりながらも、つながりながら同時に存在しているというのが特徴かなと思います。また、こういう、こう、ランダムな、形にしたというのは、既存の福祉施設に対する、プロポーザルでもあります。
福祉施設はその介護保険制度とかそういう、ものでこう部屋単位に区切らなければいけないというあのルールがあります。でそれを本当にその文字通りやってしまうと廊下があってその介護保険制度ごとにこう必要とされる部屋が並んでいるというようなあの状況になってしまいがちでした。でただその障害のあるなしもグラデーションだし障害の度合いというものも切り分けられるものではなくてあのみんながこう、一つの場所でこうあるグラデーショナルな幅を持ちながらどうやったらこう過ごせるのかということを考えてきます。その中でこう壁がランダムに放射状にあってですね、いろんなこう居場所がありながら一つ全体としてはワンルームというようなあの空間を考えています。で実はここに隠し扉みたいなあのドアが隠されていて、介護保険制度上のあの区画みたいなものは実はあの、達成されているというような形になります。これが出来上がった直後の写真ですね。はい。これは1階のプランになるんですけれども、角地に立っていてですね、この図面の上側が隣地になります。閉じなきゃいけない、キッチンとかトイレとかそういったものは図面上側の方にまとめていて、そこからだんだんこう、角に向かっていろんな向きにこう壁がこうバラバラバラと旋回していくというような形で、構成されています。そうすることでこう角地に対して連続的な立面が作れたりとか、あと壁がこうハの字のようにこう広がることでエントランスを作ったり、こう少し壁が内側に引っ込ますことでこう人ベンチのコーナーができたりとか、いろんな場所ができる。で、一回入ると真ん中にこうオフィスがあって、いろんな人に目配せできる、しながら働ける、場所があります。で、カフェや、奥の方には創作をするアトリエのスペースがあるというような形です。二階に行くとですね、大きな機能は倉庫とショップになっています。空間的な特徴は大きく三つ吹き抜けがあって、入ってすぐの大きなエントランスの吹き抜け。奥に階段室、そしてアトリエにも大きな吹き抜けがある。なので大きな吹き抜けの後に少し天井高の低い空間があって、またさらに奥に吹くとまた吹き抜けに出会うというような、抑揚のある空間体験になっています。また特徴なのはこの大きな吹き抜けに対してこう斜めに壁が入ってくるんですが、これはあのシルバーに塗装されていて、屋外から入ってきた光や緑を反射して内側に引き込むというような役割も持っています。今日はちょっと、斉藤先生がいるから、ちょっと僕の話するのは、ちょっとドキドキするんですけど、これは、ハッチがかかっているとか耐震壁なんですが、この点でこう耐震壁が連続していくっていうのが特徴の、建築です。で、そこの、水平力の伝達については、これは立面になりますけども、この梁が通すことできませんので、こういう旗状のですね、こういう製作の金物を両側からこうサンドイッチしまして、で、そこからこうガセットプレートを出してですね、平面的な折れがあったとしてもですね、水平力がこう伝達できるように、計画をしています。またこう壁がこうずれながらこう重なるというのも特徴なんですが、この右側のところはですね、こういう壁とこういう壁が重なったときに、一つ問題になるのは、通し柱をこう通したときに、この構造予防板とこの柱の間に隙間ができてしまうんですが、これも数学の幾何学の問題と同じようにですね、この柱をこう一回だけカットすることによって、柱と構造予防板の隙間も、小口の隙間も、うまくこう掃除系で埋めることができるよっていうのを、示したダイアグラム。こういうことを、工夫しながらコストを抑えて、こういう形態を実現していったというところがあります。はい。これは竣工写真ですね。これはこの空間をすごい表してるなと思うんですが、
上で梱包作業している人がいれば、下でこうデスクワークしている人、奥でこう、ものづくりをやっている人もいて、で、エントランスのホールまではみ出してこう活動していると。で、こういういろんなところで同時多発的に様々な活動ができているというのが、この空間の特徴かなと思います。これは1階のキッチン、カフェの様子ですね。はい、手話サークルのオフ会に使われたりとか、で、2階の、には倉庫があるんですが、倉庫と連続する形でショップが展開されています。これはアトリエの様子です。この空間、僕、場所も好きなんですが、本当1枚壁を隔てるだけで、働く空間とちょっとリラックスする空間が共存していたりします。これはカフェを、見たところなんですが、この軒下をこう通り抜けることができるように計画されていて、で、その軒下からこうテイクアウトができるような計画にもなっています。これはバザーをやった時なんですが、そのドリンクをテイクアウトして飲んでる人たちの、これは外観になるんですが、違いを認め、違いを大切にするという、こう、クライアントからもらった理念に対してですね、この建築はやっぱ、こうそれにどう応えるかって考えていたんですが、こう建築的にはこう壁を作るということは何かを隔てるために行うことだと思うんですが、この建築っていうのは壁を作ると同時につながるっていうことも同時に起こっています。そうするとこういろんな場所がありながらそのつながってるっていうこともここでは起こっていて、そうするとこう自分とは違う人が同じ空間にいてもいいんだっていうことを、こう、建築は示せないのかなというふうに思いました。はい。はい。次のプロジェクトは、滋賀で、作った、公民館になります。2700平米ぐらいの平屋の木造の公民館で、敷地がですね、鈴鹿山脈を背後にあり、手前にはこう川が流れる、こうすごい豊かな自然環境の、中にある。で、山並みにこうする屋根がこうぷかぷかと浮かんでいるような建築を、考えました。この多賀町というところがですね、80% ぐらい森林に囲われていて、その地域産材を使うということが、一番の目的、目標でした。ただですね、製材業があまり発達はしていなくって、その山から切り出すときに、4メーター材にもう山の上でカットして運び出さなきゃいけないとか、そういう制約があります。で、そうするとですね、やっぱり、4メーター材って一般的なその木造のスケールの、がベースになっていくんですけども、2700平米の、こう、町のその中心となるような公民館に対しては少しちっちゃいスケールかなと思います。で、4メーター材なんですが、その、なんとかこう、大きなスケールのものを作れないかということで、本当単純なアイデアですが、4メーター材を3本つなぎ合わせて最大 10.8 メータースパンの、小針を作りました。で、この計画でポイントはですね、小針は 10.8 メーター飛ばすんですけれども、大針は 3.6 メーターのスパンにすることで、大針と小針の、断面サイズを揃えてですね、10.8 メーター角の300ミリの厚みの大きな一枚のプレートを作るということを考えました。そういう、こう、薄いプレートが、パラパラパラと浮かんで、いるというような、いうような構成になっています。これが、写真ですね。そうですね。で、この時に結構大変だったのがですね、調達で、その、財が今あるわけではないので、計画しながら調達するっていう、同時に起こって、木を
2年間ぐらいかけて木を山から来てくるっていうところから。そうそう、はい、で、またじゃ、なんで、まあ、E50 ぐらいが出るのか、E70 が出るのかっていうのは、もう、やってみないとわからないというような、世界だったので、極力ですね、断面のサイズを、揃えてですね、構造で必要なサイズよりも少し、大きくして揃えたりしてですね、仮に E50 が、こう、想定よりもたくさん出たとしてもですね、材の取り回しで、ロスがないように、していけるような、まあ、そういったところを、はい。あと、そうですね、デザインとしては、イメージとして思ってたのが、これは滋賀の多賀町のお隣の東近江市の五箇荘っていうところにある、民家なんですけれども、私の祖母の家でもあるんですけれども、こういう感じで、立面がこう、いろんなこう、まあ、もともと農家だったのが、こう、増改築を重ねて、どんどんこう平面的にこう広がっていって、全体的にこう、迷路みたいな家が出来上がっているっていうのが、この辺りにこう、たくさんあって、こう、立面にそれが現れていたりとか、中に入ると、こう、空間がこう、眼光していく中に、こう、庭があって、暗い空間と明るい空間と暗い空間っていうものが、こう、連続していったり、それらがこう、縁側で、こう、様々な形で繋がれていって、こう、本当に迷路みたいな、大勢の人の家っていうような場所の豊かさっていうものが感じられたりとか、あと、まあ、ここでも、ま、木造の建築で、やっぱり火事がすごく怖いっていうものもあって、こう、ところどころに、こう、蔵が作られていることによって、こう、炎症を防ぐような計画になっていたりするっていうことを、まあ、参照して、ここでも、こういう入り口はこうあって、こう、空間がこう、眼光しながら、こう、様々にこう、繋がっていくような構成、平屋の構成なんですけれども、ところどころ、こう、耐火木造の部分っていうものを、こう、1000平米以内ごとに区画することによって、その他の部分は木を表すことができるという構成にしています。なんか、公民館、中央公民館でそれまでの使い方をお伺いすると、やはりこう決まったサークルの方とか、目的のある方しかいらっしゃらないっていうのが一つ課題だというふうに伺ったので、正しいこう公民館はなんか目的がなくても皆さんこういらっしゃることができるような場所にしようっていうふうに話し合いまして、こういうこう眼光していくこう空間の中にこうベンチとかこう小上がりとかテーブルとかたくさんの場所があって、こう別に部屋を予約していなくてもみんなが使えるようになっているという空間を作りました。これが実際にできた空間。ベンチがあったり小上がりがあったり、そうですね。で、こう、屋根がこうバラバラっとこう、なっているので、その隙間からこう、ハイサイドにの光が入ってきたり、奥にこう、田んぼの緑が見えていたりします。観光している空間の様子ですね。はい、こういうところにこう、自習ができるような居場所があったり、ここはこう、児童コーナーの脇のこう図書スペースになっていて、こう、ここですね。ここにこう、椅子が置かれて子供たちが本を読めるようになっていたり、で最後は、最後到達するところはこの300席のこうホールになっていって、多賀町のこう神話が書かれたどんちょうがかかっていたりします。で、これは、その木材の調達に2年半くらいかかるというので、結構そのプロセスに時間がこうゆったりあったので、町づくり、やっぱり建築が一つできるのであれば、そのプロセスをもっと町の方と共有できたらというふうに思いまして、何かこういう、多賀語ろう会という、町民の方と、町の有志の方と、あと町のいろんなこう公共建築を運営している方の有志の方が参加した会議を、会議体を立ち上げて、ま、月に1回ぐらい、結構長い、2年以上、3年以上、会議を やって、なんていうか、建物ができる前にこの建物ができたらどんなふうに使っていこうかっていうのをみんなでこう相談しながら作っていきます。でその間に、こうせっかくこうプロセスが、
面白いんだったらそれをこう皆さん伝えていこうということで、これは私たちの事務所が全部こうレイアウトとかしたり、記事を作るのは地元の大学生に伝わっていただいたりとかして、新中央コミカができるまでっていうのを、全15全校配布で配布したっていうこともあります。でまたそういう、こう、会議の中で、ここには、杉の子作業所さんって障害のある人の働く施設も併設される、公民館だったので、ぜひ、今は、もともとの公民館では完全にそれがこう分離してしまっていて、障害のある人が隣で働いていることをみんな知らないっていうような状況、知らないとかあんまり感じられない状況だったと伺ったので、なんかせっかくだったらっていうことで、一緒にグッドジョブセンターを見学に行ったりして、ワークショップ、地元の建築家の方にも協力していただいてワークショップをして、それをこうオリジナルのテキスタイルにしてカーテンにしたり、それをこう継続的に使えるようなのを考えたりとか、あと家具もせっかく建築が地域の木材を使ってるんだったら、なんかその地域の木材を作った家具作りっていうのも、なんか一過性のものじゃなくって、なんか継続してそれをこう、多賀町のプロダクトにできるといいんじゃないかってことで、ものづくり会議っていうのを立ち上げて、地元の木工の方と子供用のこういう、椅子っていうものを一緒に考えて、今もこの椅子のこう、進化したバージョンが、日本橋のここしがっていうところで売られてたりとかしますね。地域の木材を使った家具っていうものも一緒にやったり。あと一番こう会議体の中で盛り上がったのが、こう食部会という、地域のお母さん方が中心となって、地域の食をこう掘り起こしていくっていう活動がその2年半内にどんどんこう大きくなって、これはオープニングの日に、地域、地元の中学生とか、高校生とか、お母さんたちも手伝っていただいて、一日だけのカフェをしたら、ものすごい大人気で、あっという間にこう売り切れてしまって、今もその活動がこう続いて本を作られたりとか、他のこうイベントにも出かけていかれたりとか、今のこの中央公民館を使っていく、こう、核のような活動に、座っていってくださってるのかな、というふうに思います。あと、20分。次にご紹介したいのが、熊本の、震災ミュージアムです。模型写真左側にあるのが、東海大学の阿蘇キャンパスの、になるんですけれども、山田守さんが、設計された校舎になります。実は、ここにですね、断層が入っていてですね、で、熊本県さんは、この建物を震災遺構として保存されるということを、決断されました。で、なので、その横にですね、震災の、経験を伝える、こう、ミュージアムを作るというプロジェクトです。で敷地はですね、この阿蘇山のこうカルデラの中の、この赤い点のところですね。ここに計画地があります。この震災ミュージアムは、ここで単独でこう構成されているわけではなくって、熊本にこう点在して残る赤いところがこう震災遺構になるんですけれども、それとこう連携しながら記憶の回廊ミュージアムというものを、構想しています。で、この、震災遺構というものがですね、熊本の都市部からその大自然があるこう阿蘇にこうかけて、断層沿いに、並んでいるというようなのが特徴です。で、都市から大自然に移り変わる中で様々な自然と人間との、関係があってですね、集落ですとか神社、また山際に行くと山腹が崩壊しているとか、そういういろんなその震災遺構があります。そんな中、今回計画地となっている場所はですね、最もその阿蘇山の雄大な自然感じられる場所なので、それとこうするようなダイナミックな建築を作りたいなというふうに思いました。で、僕たちが考えた建築はこのような屋根がこう、有機的にこう連続していくような建築です。これはですね、建築を作ると同時に、屋外の、にもいろんな場所を作ったり、また、重要な震災遺構である1号館に対するアプローチも兼ねているというような建築になります。で、また、
この建築がですね、どうやってその周辺の環境と関係を持つのかについてなんですが、この屋根がですね、阿蘇の重要な風景を切り取るように、かけられています。例えば、屋根越しに、こう、阿蘇の火口が、見えたり、それがこう、外輪山にこう向かっていたり、山腹崩落の震災以降をきれいに見渡したというような形になっています。そうすることで、建築が敷地を越えてですね、周辺環境の重要な、ものと関係をこう結べるんではないかなというふうに思います。企画展示室とか展示室が3つあるんですけれども、大きくその、はい、室内の部分は赤で囲ったところになってですね、それを屋外の軒でこうつなげていくというようなのが特徴のミュージアムです。することで、何かこう展示室で見た後に、阿蘇の風景を少しこう感じる、瞬間があると。何かインプットとこう自分で考えるということを、往復しながらこうミュージアムの経験ができるというような建築です。この中を進んでいくと、こうミュージアムの展示とともに震災遺構である関東都会の遺構が見えた。ここは企画展示室で、外輪山がきれいに見渡せるスペースにもなります。はい。これが外輪山シアターという屋外の窪地のところから見た。この屋根なんですけれども、何かこう、阿蘇の大地とつながるような仕上げにしたいというふうに思っていて、これはタイル張りにしようというふうに思っています。でそのタイルもその阿蘇の茅の灰を釉薬にして、普通のタイルを使って、拭けないかなというふうに思います。また、阿蘇に行って面白かったのが、そのアスファルトがよくよく見ると緑がかっているんですね。それは寒冷岩とこの土地で言われる石がその骨材として使われていて、それがコールタールが剥げると少しずつ見えてくると、いうことがわかりました。なので建築もですね、何か その地元で取れる石とつながるといいなと思って、その骨材がコンクリートにも使われているということがわかったので、床とか壁とかには洗い出しを用いてですね、阿蘇の大地とつながっていくような、そういう建築を作れたらいいなというふうに思っています。はい。次のプロジェクトは、今、バングラデシュで計画しているマザーハウスさんというブランドの、工場のプロジェクトです。マザーハウスさんというのは私たちと同世代の山口恵理子さんという女性が、単身学生時代にバングラデシュに行って、バングラデシュから途上国から世界に通用するブランドを作るという理念のもと始められたブランドなんですけれども、今はすごく当時は本当にこう一人で始めた、活動がすごく大きくなって、今いろんなところにお店があるんですけれども、マザーハウスっていう名前のブランドなので、何か働く場所、今も働く場所すごく気持ちがいい工場なんですけれども、なんか家みたいな工場が作りたいっていうことで私たちに頼んでくださって、今計画を進めています。これは実際にバングラデシュに行って初めてこの建築のプレゼンをした時の工場の皆さんの風景です。敷地はこういう形で、バングラデシュ今はこう畑みたいなところで、でもバングラデシュはこう雨季になるとどんどんこう水がこう上がってきて、ここ全体もこう水浸しになってしまうような場所なので、すぐ近くまですごい水浸しになってしまうので、雨季になるべくこう資材運ぶとすごい楽だって言われたり、私たちが普段は思いもつかないようなことがたくさんあってすごくこう新鮮なんですけども、でもすごくこう同時にすごい発展していっている国でもあって、あっという間にこう周りの風景が変わっていくっていうのも目の当たりにこうしながら、どんなことができるかなということを考えています。で、こう頼まれたのはその家のようなファクトリーっていう風に伺ったので、
何か私たちがこう日本でもやっているような一緒に考えるっていうプロセスっていうのをバングラデシュの人とどんな風にできるのかなっていう風に思って、その家のようなファクトリーとはっていうのを、Google 翻訳でベンガル語に訳しまして、それで私たちが考える家っていうのは、例えばみんなが集える場所と一人になれる場所があるっていうことなんじゃないかとか、記憶に残る空間なんじゃないかみたいなことを通訳してもらいながら、お話しして、バングラデシュの人に意見を聞いたら、皆さんすっごいいっぱいいろんな意見をくださって、それがすごく面白かったんですけども、例えば、バングラデシュだと家に必ずこう池があって、その池からこう魚を釣って食べたり、池っていうものがこういろんなもののこう源泉というかになってるんだよってことを教えてくださったりとかしたんですけれども、何かこれが今まだイメージの状態のこうスケッチなんですが、イスラム教の国なのでお祈りするようなこうプレールームがあったりとか、カバンを作ってる、その働いてる人がいる上で子どもたちが学校で学ぶことができたりとか、教えていただいたこう池があってそこで魚釣りしてる人がいたり、今でもなんかカレーを敷地でこう野菜を育ててそれでカレーを作って食べてたりとかするんですけども、キッチンで料理が作れたりとか、こう半屋外の暑さが防げるような気持ちがいい半屋外空間があって、そこに光がきれいに凍ってきたり、空気になると川になってしまうところが普段牛がいたりするんですけれども、牛がなんか草食べてたりするんですけれど、結構牛もいたり人間もいたり魚もいたり子どももいたり働いている人もいたりっていうような場所を考えられないかなと思っています。で、こう仕上げは、はじめ私たちは屋根を何で拭くんだってこういうふうに聞かれて、金属の屋根とかタイルとかって言ったら、みんなそれは高い高いってダメだって言われたんですけども、じゃあ蚊帳はどうかって言ったら、すごい大笑いして、蚊帳はタダだって言われて、蚊帳だったらオールマストフリー、オールマストフリーって言われて、蚊帳だったらじゃあ拭けるのかなっていうふうになって、今こういうこう躯体は今コンクリートでやるのかスチールでやるのか、今はコンクリートなんですけれども、それでその上にこう少し半屋外の気持ちいい場所を作っていく、かやぶきの屋根をかけていくっていうようなことができないかなというふうに思っています。ちょっとコロナでなかなかバングラデシュに行けなくなってしまって、少し今は国内のブランドのお店とかを頼んでいただきながら、状況を見て、この先に一緒に考えを進めていけたらなと思っているところです。こういう集落みたいな工場を作ろうとしています。じゃあ最後ちょうど今現場が始まっているプロジェクトなんですけど、山形市で、子どもの、遊び場を計画しています。山形は雪が来るので冬場に子どもが遊ぶスペースが外になくなってしまうので、公共建築として子どもが冬場遊べるようなものが求められます。3000平米ぐらいあってですね、体育館と遊戯室に背後にこう蔵王があって、田んぼの、ど真ん中に、敷地があります。その中にそのグランドスケープと一体となった建築を構想して、雲のような屋根がかかっているというような建築です。そうですね、遊び場は山形はすごく人気なので、たくさんこういう施設があるんですけれども、この施設はこれも PFI のコンペで、その東根の根がダメだったチームの一部がもう一回奮起して集まって、今度は勝てたっていうコンペなんですけども、インクルーシブな、遊び場を作るっていうのも一つ大きいテーマで、障害のある子どもでも遊べる遊び場、屋内のこれだけ大きい遊び場は多分日本で初めてだと思うんですが、なのでこう体育館、ちょっと平面がちゃんとプレゼンがまとまってなくて恐縮なんですが、体育館と大型遊技場っていうのがあって、それがこうスロープでこうぐるっとこうこっちまでつながっているような計画。そうですね、体育館があってその周りにこうスロープがあってですね、それがずっとこうここら辺に行くともう2階になるんですが、2階に行ってこの遊戯室の巨大滑り台の上に出てきているというようなプランになっています。で、通常体育館っていうのがこう大きな壁で囲まれたものになってしまうんですけれども、体育館の一部
を、少し900ぐらい、下げて、でその周りにその、閉じなければいけない書室をこう1階に配置してですね、その上をスロープにすることで、体育館を共用部と一体にして、で、スロープでぐるっと回れるというのが特徴の、建築です。これが内観の様子です。今このドームがもうちょっと大きく、実際大きい。もうちょっと大きい。なんかすごい面白いなと思ったのが、そのインクルーシブっていうので、その、目が見えなかったり、車椅子乗ってたりとか、耳が聞こえなかったりする子供も遊びに来るっていうのと、あと同時に遊びっていう要素もあるので、私たちが今までこう当たり前に思ってた手すりとか、なんか誘導ブロックとか、階段とかスロープとかっていうものも全部なんか遊びっていう視点から考えていくと、じゃあ手すりもなんか触って楽しくなっちゃうような遊びにつながるような手すりだったら、こう、障害のある子供たちも目が見えない子も伝っていけるし、そうじゃない子供触って遊べるみたいなふうになるとか、なんかこう、いろんなことがこう、ゼロに戻って考えられる、建築的要素っていうものをゼロに戻って考えられるっていうのはすごく面白いなというふうに思っています。有機質の。ちょっと前に。はい。この建築、構造も特徴で、ちょっとドキドキしながら。体育館と遊技室のところは、無中空間になっていて、そこはですね、木製のアーチ張りをかけています。で、この木製のアーチ張りだと、スラストをどう処理するのかっていうのが、ポイントになってくると思うんですが、その周りに、鉄骨の、水平リングを、トラスリングをこう回していって、で、それでこう、スラストをこう、閉じて処理をしていこうとしています。で、この屋根が、鉄骨のトラスのこの屋根が結構硬いので、水平力を必ずしもここら辺でバッドレス的に処理しなくてもですね、もう少しこう、RC の屋根が、壁がこう立ち上がって水平力伝達しやすいところまで引っ張っていって処理ができるというような結果です。また、ここの2つのドームがありますので、ここの中央の部分はお互いのスタッフとこう打ち消し合うような形になるように少しこっち側の遊戯室のドームの、アーチのかける方向を調整していたりします。屋根をこう固くすることによってその柱の位置っていうものが適宜こう小張りを足していくといろんなプランの構造に制約されない形で柱が置けますので、下のこう RC の有機的なそのプランと屋根っていうものが柔軟にこう関係を持てるというようなシステムになります。これが現場の写真ですね。もう始まってですね。今こう鉄骨の立て方をやっている。山形市の蔵王の駅のすぐ近くで来年の4月にオープン。で今建て方は真っ最中で、はい、ぜひ出してください。これ考えたのはいいんですけど、この接点にですね、柱がいろんなところに自由に建てれるのいいなと思ってやってみたものの、この接点に柱がないとどうやって建て方やるんだっていうのが結構大変でですね、これが支点柱になるんですが、ここに下に柱がないので仮設でこういう支点の柱を作ってですね、それをこう、まずこのリングをこう、置いていって、で、その間をこう、H 型こうで繋いでいくというような形になって、こういう状態ですね。この支点柱の数だけ、仮設でサポートをついて。これ平岩さんという佐々木睦郎さんのところ出身で、同世代の行動設計にやっていただく。今、こういう、ちょうど建て方が、まさに。来年の4月にオープン。そうですね。これ今、建て方が今、すごい遅れて。結構、鉄骨が、結構、制作難しくて、
当初よりちょっと立て方が遅れちゃって、みんなでヒヤヒヤしながら、うん、巡行に間に合うようにはい。そんな形で、はい。これ私の事務所。ありがとうございます。そんな形でお伝えします。なんか学会賞をもらったのは今日紹介したの学会賞もらったあ、学会賞はまだ、作品、アジア新人賞はグッドジョブセンターという障害の、はい、ありました。木造の、障害のある方の、障害のある人の、はい、そうです、そうです。なんていう名称でした。グッドジョブセンター。グッドジョブセンターという。グッドジョブ、はい、そうそう。グッドジョブね。はい。いや、すごい。何年でしたちょうど今5周年をやってるので。2016年。はい。ありがとうございます。ありがとうございました。あれかな？これから5分ぐらい。すいません。これから5分ぐらい休憩をして、2部ではコメンテーターと大倉誠一と聴講者を交えて建築家や建築関係者がいかに公共の場に対して関わっていくかの議論を行いたいと思ってます。何分後ぐらい すぐ、はい、5分ぐらいに準備してもう一回再開します。ちょっと待ってください。こうくるっとこっちに向きますので、で、5分かかんないかもしんない、5分かからない感じがする。5分かかんなそう。かかんなかったね。最後はすごいです。ありがとうございます。すごい。これ、もうすごい昔のですよ。ありがとうございます。懐かしい。8年前にスタートして、2年に1冊。ありがとうございます。その第1冊目の、すごい。最初の、なんだろう。放送したのでございます。ありがとうございます。すごい。嬉しい。もうすごい。完全に参加して。最後はちょっと待ってください。すごい。そこに見せたら実は A フォーラムの内装は大西さんにしていただいておりまして、当時このような模型も作っていただきまして、それできちんとやってもらいました。で、本棚のこう蹴りのところをきれいにいろいろとこう色が塗り分けられてるんですけども、まあ、オープン前に学生さんや先生方みんなで塗らせていただいて、すごく楽しい時間を過ごさせていただきまして、その説はありがとうございます。道場さん、道場今日は一本山崎くん、山崎くんも今日いないんじゃないかな。今山崎事務所に山崎くん、はい、そうなんです。はい、今どうしてるの。今熊事務所にいらっしゃるいるんです。
真ん中にじゃあお兄ちゃんと100ください、いただいて、いただいて、長谷部さんは長谷部さんは多分ね、この辺で、あれ長谷部さん席ないけど大丈夫大丈夫、ちょっとカメ、ね、マイクまで微妙に遠いので若干大きめの声でお話ししてください。はい、大丈夫ですかね。皆さん聞こえてますか。よいしょ。まずは、マスルさん、いや、今、コメンテーターの紹介したい。よいしょ。これでみんな入るかな。ちょっと高くね。よいしょ。コメンテーターの紹介したい。え、僕も入りました。ちょっとすいません。絶対についてすごい絵面になって。はい、それでは2部を始めます。2部では現在の話を踏まえて、コメンテーターの長谷部さんと山本壮太郎さん、2人の進行をお渡しするんで、2部で結果や結果関係がいらっしゃるし、いかに東京の場に対して関わっていくかについての議論で、今 の、 作品の説明を聞いて、思ってることとかをちょっと議論できたらいいなと思って、それともう一人ちゃんと第1回の第1回のファーシモヒルズの柿の木にも、コメントをいただきます。はい、ではコメンテーターの方よろしくお願いします。いや、まあ本当にすごい司会者で大変なんですけど、最初の文章としては、なんか、土地と建物の話があって、で、建築家はその土地を、こう一般的にどうこう開くのかっていうことを書かれてたんですよね。はい、ちょっとなかなか読みにくい文章だった。で、あとはその公共の、まあ、政策っていうか策定っていうか、そういうものにどうやってこう関わっていくのかっていうのが一応テーマになっていて、はい、で、それに対して金策のお話を今日いただいたと思うんですけれども、僕自身は実はちょっと、制度の問題っていうところがいろいろあって、それで、例えば、桜の畑の中にオフィスを建てるとか、それもなんか普通は、農地の中に建物を建てないじゃないですか。どうやってやったのかなっていうのはすごい興味があって、で、福祉、施設も介護保険法とか当然あって、ね、それはなんかすごくわかりやすい解決策だったかなと思ったんですけども、ちょっとなんか、桜畑にオフィスを建てるっていうのは、どうやったらいいのかなっていうのが興味があったんですけど、その辺もちょっと聞いたらいいなと思いました。農地を建築して、一部なんか移植したりとかして、庭として、残して。農心地域とかじゃなくて、いわゆる普通の農地だった。農地転用でした。新興じゃなくて、いわゆる農地っていう。あ、そんなもんなんですか。この近くの近くにいっぱい。だいたい聞こえないですか。ちょっと聞こえづらい。はい。じゃあ、かつきさんたちは微妙に切ります。はい。はい。マイクを回転すればいい。マイクを回転すればいい。じゃあ、なんとなく。すみません、話が広がらなかったですね。僕はじゃあそれぐらいで一旦、山本さんがよく喋ってる。僕一旦とします。ここから温度上げなきゃいけない。失礼しました。はい、じゃあもう今から本番ですね。今から本番ということでやらせていただきます。じゃあ、進行もやりますという感じでやりましょうか。今日ね、お二人 の、 作品を、たくさんね見せていただいて、すごく感銘を受けたところがあります。というのは、僕自身がすごくその今回、公共建築というものがテーマでね、やっているんですけど、すごく公共建築っていうのって何なんだろうというね、そもそも例えばその今回 の、 最初に勝木さんとかローズになった中でも、いかに、建築家の公共建築に入っていくかということがあって、それに対する、ある意味ではお二人の今日のプレゼンって
のある種のアイロニーにしか感じるぐらいに、あの住宅やられても公共やられてもなんか語り口全然変わんないなというところがありましてね、まあ、それは僕自身がその公共建築は私もやったんですけど、そういうものに関わる中で最近のその公共というものって、我々にとって何なんだろうということで結構ね、プライベートと、パブリックみたいなものっていう境界ってね、すごく曖昧になってきちゃったという気はするんですよ。その我々の感覚としてはですよ、もちろん制度的にはすごく分かれるんですけど、そういう中で、まずちょっとお二人に、伺ってみたいと思うんですけど、まあ、住宅であってもああいう公共建築ではそうなんですけど、私というプライベートの問題があって、それに対してパブリックという、まあ、なんか外側の環境みたいなのがある。その関係性って、まあ、ある種その旧世代の建築からすると、まあ、ある種の対立関係みたいなものであったりとかですね、何かアジテーションしなきゃいけない相手であったりというのがあるんですけど、今お二人の印象でいうと公共って結局どういうものなんでしょうね。それをぜひ最初に伺いたいなという。そうですね、なんかその、まあ、だってちょうどその大学博士課程を出たのが2011年で、その時に東日本大震災が起こって、社会人になったと同時に東日本大震災で、起こっていると思うんですけど、でボランティア活動というか、その大変な時に社会人になっちゃったなと思いました。被災地に出かけて行って建築を作るっていうふうに考えたときに、それまでこう大学で建築を考えていたときには、なんか一人でなんというか自分の好きな建築を考えるみたいなのが当たり前のように思っていたことだったのが、やっぱりこう県政府だったり東松島だったり大阪半島だったりっていうところで、なんていうかこうそこにいらっしゃる人たちと話しながら建築を作るとか、そういうなんか共同体の中にこう建築が立ち上がっていくっていう時に、すごくこうみんなの気持ちが高揚するというか、入っていくっていうのがなんかそのまま未来がつながるみたいな力っていうのが建築にはあるんだなっていうふうに思う時に、それがその被災地とかそういうところで作るっていう時だけじゃなくって、やっぱりどんな、私たち今まで作った建築の多くが、まず下がったのがすごく小さな5000人ぐらいの実際がしますので、何かその共同体の中にこう建築が立ち上がっていくっていう、その高揚感っていうものを、なんかこう、一緒に感じられるような作り方とか、建築のあり方っていうものを考えたいっていうのは、とても大事。やっぱりみんなの思いが結集して建築になっていくっていうのができると、それは建築にしかできないすごいことなんだなって思っています。はい、ありがとうございます。あ、百田さんの方からも完璧伺えた。プライベートの空間とパブリックだとかを連続的に捉えるっていうのは、空間の経験的には可能だと思うんですね。で、特にそれ感じたのは京都の生活とか学生生活で、京都は初めて自分の意思でこう住んだ町なんですけど、京都の学生生活ってこう自転車買うところから始まって、で、自分の下宿先からこう自転車で移動して、だん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 新しい世界が広がっていく。そうするときに、なんかこう、スーパーに買い物に行ったり、繁華街に出て行ったりっていう時に、突然こう、鴨川が出てきたりとか、教科書で見てたお寺が入ってきたりとか、そうするとその日常の自分の生活の中に、どんどんそういうこう、豊かな自然環境とか、歴史的遺産みたいなものも入ってきて、それがなんかこう、なんていうか、自分の体と心の一部にどんどんなっていくっていうような、感覚があって、それがなんかこう、京都でこう学生生活を過ごした人に、京都の挨拶みたいなのが繋がっているんです。そういう感じ方って、その自分のプライベートな空間って、すごいこう、公共的なものとか歴史的なものって、こう、割とこう、真に連続的に捉えられるんじゃないかなと思ったんです。で、もう一つ、
公共建築やるときに、ワークショップとか、力、課長とかいろいろやってきたんですが、何かこう、要望を伺うということよりも、その建築ができたときに、どういう新しいことが生まれるのか、どう使っていけるのかみたいなことを、多く議論してたと。それは何か、その建築が、何か行政の人が作ってくれるものではなくて、やっぱ利用する人たちのものというか、自分たちのものなんだって、それはどう使っていったらいいのかみたいな、そういう、こう、気分とか、もう調整、どうやって調整していくのかっていうのは、なんで、まあ、そういうことで、こう、少しこの垣根をこうつな、こうやってつなげていくっていうのはできるのかな。今のお二人のお話、マイクが今更来ました。今のお二人、なんかお二人がマイクなしで喋ってたんで。あ、ある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 。はい、はい。この辺で話していただきたいと思いますけど、伺ってて、すごく、そういうことなんだなというふうに、仮定がいったところはあるんですけど、やっぱりね、すごくその、作られている、ものに関わっている人たち多いですよね。建築っていうのは必ず関わっている方々が多い存在になるんですけど、そのね、その中のキャストっていうのをあんまり分離的に考えてないというふうに思うんですよ。例えば作り手である建築家であるとか、使い手である地元の方であるとか、それこそ東京の人たちであるとか、施工者であるとか、そういったものとね、何かね、自分の体が同化しているというところ、お二人の話を聞いてると思うんですよね。ですので、さっきね、すごく実は説明聞いてて違和感を覚えたところがいっぱいあるんですけど、こんな風にするといい建築になるんじゃないかとかね、こういう風にやりたかったというようなお話がいっぱいあったんですけど、それは誰の気持ちなんだろう、誰の気持ちで誰がやりたいんだろうかっていうのが、まあ、もし自分自身の建築家自身の気持ちだとしたら結構そのわがままな話なんですけど、なんか聞いてるとね、それ意外と境界がない話、なんかみんなで共有できてるみたいな、そういう評価の仕方っていうのがこの場ではあったんじゃないのかなというふうに思うことがありました。そういった意味で、ある意味ではお二人の公共感というものもそうなんですけど、言ってみれば幸せな時代というかですね、そのコミュニケーションであったりとか、その意識の共有みたいなものが、信じられる、信じることができる時代のその公共というものとお二人は関わるかというとですね、本当にまあ、ある種の病気を抱えている社会であれば、なかなかそこは信じきることができない。けど、現代の日本は幸いにもですね、ちょっと信じられるということがあるからこそ、お二人のような作り方、そしてまあ、ある種穏やかな空気を持った公共というものがですね、成立してんじゃないのかなというふうに受けましたね。そういう印象を全体に持ちました。ちょっと仕返していいんだけど、はい、ちょっと柿木さんの、はい、柿木さん、柿木が同世代の建築家として公共についてどう思ってるのかっていうのと、大西さんたちの作品とかを見てどういうふうな印象を抱いたかとかちょっと気になったこととか、飛び込みで参加させてもらったんで、ちょっと趣旨をそこまで理解できてないんですけど、今回のって公共事業の制度的な、うん、話が趣旨なのか、なんか公共空間、それはちょっと無視していただいて、いいんですか？当初ね、僕が直そうとしたからね、なかなか直せない。公共空間の関わり方の話をして、ガチ君が聞けばいいわけであって、僕が大倉スイーツにお願いしたのは、仕事のことを紹介してください、うん、それをネタに議論しますからって言っただけであって、だから、柿本さんは今日のプレゼンをでまず感じたことを最初に発言してもらった方が山本さんも司会司会してるんじゃないか。司会もやっていただけると思います。いや、まあ、制度的な話で言うとね、みんなだけ公共建築ね、いろいろ手掛けられて、どうやってオープラフィッケスさんの仕事を取ってんのって興味があった。あと公共空間。そう言うけど、あなたってコンペで。いや、コンペはいなくて、そんなに大したことないんで。で、公共空間への関わり方っていうところで言うと、別に公共事業じゃなくても、それはできるわけじゃないですか。さっきの、東出の新社屋、あれは公共事業じゃないですね。でもあれも、その町との連絡とか、
か、その広場的なものとか、全部、ひっくるめて考えてらっしゃるわけですから、だから、公共空間っていうのは、まあ、そういう別に民間事業にできると思って、まあ、どういう話なのかなっていうのは、ちょっと、今回の議題として気になってたっていうところはあって、まあ、両方っていう話なの。っていうところで言うと、なんかその、すごくその住宅のプレゼンから始められて、で、さっきもおっしゃってたように、それが個人の住宅の話から、その公共の設計の話まですごくこう連続してるという、さっきお話があったと思うんですけど、僕もそれをすごく感じていて、だからまあそういう、すごくもう根本的にすごく公共的な人たちなんだろうなという、なんか、そういう感じがしました。で、その設計を進める上でも、そのなんかアイデアをこうスケッチにして見える化したりとか、その街の関係をこう絵にしてビジュアル化して、すごくその全てこう透明にしていくというか、視覚化してみんなの意見を吸い出していってる。だからさっきの山さんの話で、そのじゃあ空間、建築空間をこうしたいなって話が出た時、それって建築家の画なのかっていう話がさっきあったんですけど、多分いろんなところをの話見とかに耳を傾けながら、でもそれ御用聞きじゃなくて、そこから一個何か抽出していくみたいな、そういう作業なのかなという、感じがしました。それで、そのグッジョブセンターの中で、百田さんがその、まあ、ルールっていう話をされてたのが、千鳥の話。それが、いや別にルールは守んなくても最初に。だからそのルールすらも、なんだろう。自分たちの外部に自立して、こう、弾き出してるみたいなところが、なんか、それが一個の、なんか、アクターになっちゃってるみたいなところはすごく面白いなって。で、まあ、異個人ルールを守らなくて、それをどうして面白く切り崩していくか。これは、まあ、なんか、青木城さんとか、パラッパとイベントで、そういうこと、その話をされてたんですけど、まあ、そういう、なんか、姿勢がすごく、素晴らしいなと。なんかそういう自分のルール、いろんな抽出の中で発見したルールっていうのを一旦外部に置いて、それもひっくるめて議論して変質させていって、今いろんな場所を作って、で、まあその公共というのは、その個人がいろんな振る舞いをしてるけど、それが同じ空間の中で、まあ、同居できるような環境を作ってるっていう、まあ、そういうことなのかなと。ちょっとそれね、もう重ねて、ちょっと、キャンダさんが言ったルールっていうのは、僕はそのビルディングシステム、あるいは設計のシステムとしての、ある種のルールを決めながら、多分拾ってるから大丈夫かな。ちゃんと司会言ってる。いや、重ねて、僕もそれは聞こうと思ってて、僕はまあ AB 研っていうことで、普通の、そのアーキテクトが、まあ、市民に向かってプレゼンテーションするとか、そうなくて、要するに物を作る人たち、職人とか、ね、そういうの、あるいは使う素材みたいなものがどうやって供給されて、それをどうやってやってるかっていう意味で、僕はそのルールを多分広い意味で使ってるかもしれないけど、白田さんが説明したのは、その、千鳥ですかね。千鳥をこうやって配置していくときの空間のシステム論でもあるし、加工のあれで、それで、ライブ的な要求を含むときに、それを外すみたいなね、ことも当然あり得るし、全体のプロジェクトとしては、屋根が特徴なんだけどさ、わーっとあって、その後こうやって組み立てる、ああ、こういうことができるようになった。なぁと思って、斉藤先生はそれがすごい興味あるから見に行くとおっしゃってるんだけど、今のルールについては、この間、竹山先生の、最終講義があったんです。竹山先生からあんまりそういうのは感じたことがない。だから、百田さんは伊藤事務所なのかで、その、ある程度の、僕は方法論がすごく興味あるわけですよ。その、外的な話は僕の方が PFI も知ってるし、いろいろあれはね、審査になってみないと、どこが問題かとかね、いろいろわかんなくて、それはそれで僕はいくらでも議論したいんだけど、建築の作り方として、それは
あんまり建物先生じゃなかったって、まあ、それは大西さんだけど、なんか方法論を持ってるような気がした。それで、恐る恐る今、だから、RC と鉄骨とね、木をね、どう自在にやってるかっていうのが、僕は聞きたくて、だからちょっとあなたが聞きたいのと、違ったのかもしれないけど、違ったのかもしれないけど、この場としてはね、例えばあなただって、8メーター材の収集材使って、お寺作ったりしてる。なんか空間が似てるような気もしたって、ある場面、あるスパンがあった時に。というようなことを補足でコメントしてお答えいただいて。ちょっと立ち上がってるから、今の久野先生の、システムっていうのを聞いてて、私、物のシステムってことは一番最初ないですよね、あの2人の建築にはね。私この AB 研究会だと一番最初の発端はコンペ問題、国立競争新国立があったんですけども、ちょうど私たちはデザインビルドとかああいうことに関して研究してるので、一体そのね、その、まあ、どこから建築はものになるのかとか、あるいはその技術的制約とかお金のこととか、まあ、そんなことで、まあ、今度研究するようにってやってたんですけれども、お二人の話を聞いてると、まあ、アメリカのその AIA の設計の部分で言うと、SD、スキーマティックデザイン、デザインディベロップメントと、それからコンストラクションドキュメントがあって、ものになるのは DD のところなんですね。で、SD っていうのはまだものになってない建築。それで、お二人の建築って、SD の段階でもう、その価値を共有することに成功している。それで、物の作り込みはね、だから、選定された後に作り込んでいくっていう形がすごく、重要というか、必須になっているような気もして、その辺で、なんて言うんでしょうか、普通の建築コンペみたいに、DD レベルまで、図面を作って、予算に合ってますよとか、なんとかですよとか、これはこうして作るんですよとか、そういうものづくりじゃないんじゃないかっていう感じがとってもしてたんですね。だから、その技術的制約とか、あるいはそのコストのこととかっていう、ことは、最初に解決されていることではなくて、まず価値のところ、そこで何か成功してるっていう。それを山本さんは、どの辺でとかっていうふうに聞かれてたんだと思うんですけれども、もう一言付け加えるならば、PFI っていうのはデザインビルドの極致ですけどね。から、RIM も IPD ってデザインビルドなんですね。だ多分そういう作り方は、お二人の建築には向いていて、設計施工分離みたいな形でやっとこうっていうのが、ちょっと難しいところも、逆にあるんじゃないかと。でそんなことで非常に私は今日なんでしょうか、可能性を感じたっていう、そんな気がしてて、で、宇野先生と違うのは、ものとしてのシステムっていうのは最初にないですよね、お二人の建築には。空間とか何かはあるかもしれない。どうしようみたいな。いや、ここまでです。ちょっとすいません。ですね、今、いろんな質問が一気に出ちゃったので、整理しないと、2人で答えきれないという点なので、ちょっと、話を少しシンプルにさせていただきたいと思うんですけど、まあ、今、主に出てきたのは、ある種の設計を進めていく、あるいは空間を作っていく上でのシステム的な話だというふうに思います。で、まあ、大きく分けると、そのシステムの話って、技術的な側面で、のシステムの質みたいな話がありますのと、あとはその設計プロセスであったりとか、ある種の合意を作っていくという上でのシステムというようなものがあると思います。
なので、ちょっとその時点で伺ってみたいと思うんですけど、まあ、そのシステムという言葉で言うとですね、お二人の設計の、全体のプロセスの中で、どの段階でそのシステムというものが必要になってくるのかということとですね、もう一つは、どういうふうな、まあ、ロジックというかですね、で、そのシステムというものを決めていっているのかというようなことを、端的にお話しいただければと思います。その僕たちはまずスケッチとかやっぱ模型から構想していくっていうことは多いんですけども、そうするとまあ混沌の世界というかまあぐちゃぐちゃしている状態になるんですけど、やっぱそこにある合理的な考え方っていうものが、こうドライビングフォースになって、こう進化するっていうのがあります。で、ただ、そこでその合理的なその考えっていうのがあるときは、幾何学的なルールの発見だったりもあるし、あるときは構造的な合理性、加工のシステムだったりとかっていうときもあるんですけど、まあ、そういうのを一回仮に採用してみるっていうふうにやるんですが、それだけをずっとこう、なんですかね、洗練させていくと、どんどん逆に固くなってつまらなくなっちゃうっていうのが、往々にあって、でもう一回またその混沌としたその世界にもう一回言う。大抵大西側に揺れ戻すんですよ。まあ、事務所で破壊神なので。素晴らしい。想像の神でもあります。そうだ。ユーゴ。素晴らしい。なんで、まあ、そこはもう、僕たちの明確な方法論があるかっていう言われると、もう今ぐらいの話です。一旦合理的な考え方をやってみて、それをこう、ダメだったらもう一回壊してみるみたいな。で、その時にやっぱ、なんかルールがあるんですけど、ルールだけじゃ到達できないところになんか行きたいっていうのが。うん、そうですね。さっき、その、価値をまず共有するっていうところがあって、その後に、その、知ってた考え方とか、もっとコストが。そういうのが出てくるっていうのは本当にそうで、コンペなんですけど、コンペの後に案がゼロにひっくり返るっていうことを、本来、例えば PFI だったら多分かなりやっちゃいけないんですと思うんですけども、今やってる最後の、山形のプロジェクトとか、コンペの案全然違う、全然違うんですけども、その後に、まずこう、その価値の共有っていう時間を作って、それになるべく多くの人に入ってもらうっていうふうにして、会議をやるっていうことで、変えていくっていう。なんか、やっぱコンペの時っていうのが、時間がない中で、相手のこともよく見えない中で、案をまとめきらないといけないので、本当にこれって松田社が欲しい建築なのかなっていうことが、半信半疑のまま提案するところがあると思うんですけども、あと自分としても本当はもうちょっと時間があったら、PFI のコンペとかってなんかお金とかまでまとめなきゃいけないので、かなりコンペの初期段階で案決めないといけなかったりとかして、もうちょっとスタディしたかったのに、もうこれで走らなきゃいけないみたいなのになって、もっと変えたかったみたいなのが、コンペ提出の時点にはもうすでにあるみたいな状態だったりして。でもまずその、このチームにだったら任せられるっていう状況を一番最初に、それはそのワークショップなのか、まずの人との話なのか、やっぱり心を託し合うという状況が、一番最初には作るというか、話をきちんと聞くとか、要望をきちんとお伺いするとかっていうことで作って、そういったお話し合いの中で、まあ、ある種のそのシステムというかですね、今言ってるような、その、どういうルールで設計をしていくかみたいなのも、そういった中から生まれるというようなことがあるんですかね。それとも、それに関しては、こちらから出すものということであるということですかね。なるほど。ちょっとまだ、電車かけたけど、ちょっと、山本さん、いやいや、それいいけど、山本さんは、だって、
JI でもそのコンペ問題とか、あの、倉方さんの本も出されてるんで、言ってきた、今の大西さんのはね、それから PFI っていうのもね、僕みたいな年寄りになってね、審査員やってみないと分からないはずなんですよ。それで、それを伝えたいんだけど、今みたいな、ただ僕が今思ってるのでいくと、基本的にコンペをやったときに、今はですよ、ワークショップやるのは当然であって、そこで設計変更も起こり得るというのが前提で、ただそれをどこが担保するかっていうと、あの、ぐちゃぐちゃになるんですよ。その自治体の体制だって、それから、あの、建築家、選ばれた建築家が力があったりね、例えば熊みたいな名前出すけど、ぐちゃぐちゃにしたりとか、で、そうじゃなくて、やっぱり選考委員会、選定委員会、設計者選定委員会っていうのは大事で、そこで選んだものの実現までちゃんと責任持つと。で、それ、このがずっと言ってるのは、建設委員会に切り替えて、その設計変更については、じゃあ選んだ案の趣旨を、に鑑みて、それで予算足りなくなったって、これは OK ですよと。あの、これは違うよっていうことをやるというのを一応の方式で関西ではそれをやってもらえるようになってるはずなんですけど、例えばこれ具体的にこういう名詞ね、僕がやった滋賀県でやった時にね、藤本が選んだあのね、平田先生が落ちたやつなんだけど、通ってから設計始めた事例があったんですよ。平気で変えたい。それから保育園だったんだけど、あの、我々審査員は、その、ある、保育児のね、ゼロ歳児なんとか、それ取っ払って、あの、だいたいあなた方やるような、非常に流動的な、それ使い勝手によってこうやるみたいなのを、保護者の意見聞いて、だんだんその年齢ごとに仕切り出した。で、藤本は平気で変な矢型とか別のとこをデザイン始めたり、それは市長と俺は、それは趣旨が違うっつって言って、あの、ちゃんと、それはちゃんと建設委員会もあった。設計者の側の応募も許しませんよ。ちゃんとワークショップもやりましてって。だからそういうシステムを、あの、関係したら、その、全員がそういうことをやってもらわないといけないんですよ。だから、多分ね、設計者になると、みんな知ってるんですよ。瀬島さんにしても、熊にしても、いろんなことがある中で、旗から見てると、ルールがいっぱい変わってるみたいな。だから、いろいろ経験してるときに、その辺を、あの、それこそルールを、やっぱり一般的に、要するに、もっと言ってみよう。瀬島さんの新生美術館の滋賀館、うん、勝手に事務局とやって、設計趣旨と違う設計変更や。それあれ潰れて、あの、元に戻ったやつ。だからね、我々の中にもその、山本さんが言うルール上の問題があるので、それについては、まあ、仕事を取るのは優先でいいんですけど、その、柿の子も今度もまた取ったって、これからいっぱい取っていくかもしれないけど、そのおかしいことがいっぱい多分感じてると思うけど、そのルール外れる方に行くんじゃなくて、あの、建築家を代表して、それは、あの、検事してはい、あの、なんか、ちょっと喋りすぎた。はい、取って、取った人が責められてるみたいな状態になってしまいましたけど、けどね、今の福野さんのお話を伺ってると、あれ、そもそもじゃあ、なんでコンペやってるんだろう、コンペが悪いんじゃないのという気すらしてしまいますね。というのは、で今あの、福野さんがおっしゃったような問題の根底にあるのは、やっぱりそのコンペをやるまでの状態、すなわちまだ設計者選ばれてないんですよね、その時。その時に決められてることがいっぱいあるせいで、その後入ってきた建築家はやっぱりちょっとね、戸惑ってしまうということはいっぱいあると思う。また発言されたいですか？ちょっと時間ちゃんと見て。はい。要するに、その今、設計者選定委員会が建設委員会で竣工、少なくとも竣工まで見届ける。
そのね、10年後にね、間違えた事故が起こったとかね、20年後にちょっといろいろ問題があったっていうのは、そこまで責任取れないけど、竣工までは持つということを言ったんだけど、実は山本さんが言うように、その準備段階が一番問題で、それは今、公共建築の話すると、自治体の仕事です。で、そこで要求水準を作ったり、するわけです。それがすごく凡庸だったり、洗礼主義だったり、それを真似しとけばいいみたいなので言ってきたけど、今もう作りすぎて、そのリノベしないといけない、いろんな組み合わせでやらないといけない、いろんな用途でやらないといけないときに、我々の力を使ってくださいっていうのは、そういうトレーニングしてますからね。うん、そういうと、だから、そこの要求、水準を作るって、どういうものを作ればいいかっていうのは、そこにコンサルが入ったり、いろいろしてるわけで、ご存知のように。だけど、審査員で入った時には、それをチェックするのがあれであって、応募者側は、これどうしようもないって言ってた、それは、審査員の問題。審査員と、その、首長の問題なんですよ。はい、だからそこでもきちっと。プロセスで、それぞれのお立場でやっぱり、じゃあ、だからそういう立場になったら、そこで、だから前の方もやることがありますよということを言いたい。うん、そういうことですよ。はい、おっしゃる通りだと思いますよ。で、いや、問題はやっぱり、その、例えば、今日、大西さん、百田さんがやられたご説明のような設計プロセス、みんなで話し合っていろんなものを決めていくという、それはもう今や、まあ、ある種の、設計のね、やり方としてスタンダードになりつつあると思うんですけど、そのやり方と、その、最初に予条件が決まった状態から、設計者が入ってくる、コンペという、まあ、あるいはプロポーザルというもので、意外と相性悪いんじゃないのか。いうふうに思いますね。つまり、既存のプロポーザルやコンペというやり方自体、そのシステムの根本的な、枠組み自体が、まあ、もうちょっと考え直さなきゃいけない、なんかやるんじゃないのかなというふうには思うんですけど、まあ、ただ、もう言っていかないけど、はい。JIA もそのレベルの議論になってる。あ、そうです。それはやばいと思うんだよね。いや、JIA というか、私のやってる委員会ではそういう話を。いや関東甲信越。いや、別に僕は JIA 代表じゃないですか。その話は。だから、今話聞いてて、やっぱりその、プロポーザルから参加して、じゃあ実際に設計始めたよっていう時に、やっぱりこの前提、こうなったらいいのになとかって思うことはやっぱあって、でもそれってちゃんとこう、覆らなかったこともたくさんありますけど、言ってこう変更してもらったっていうところもあるんですので、うん、ああ、そう。で、それは素晴らしい。今、先生がおっしゃったみたいに、そう。なんかその、なんか設計がその、コンペで出した案より、全然なんかこう話し合いの中ですごい硬いものになってっちゃって、全然これ良くないじゃんっていうものになってしまうっていう方向性もあるし、なんか話してるうちにもっともっと面白くなって、コンペよりもイニアになるっていう可能性もあるときに、そのイニアになっていくっていうときに、確かに今まで、でも多賀町のときはやっぱり審査員の真子先生とか、竹山先生とか、そういう、が、時々そういうアドバイザリーボードみたいな、報告会みたいな形で。そう、だから僕は知らないんで、5つ、6つ、竹山先生と一緒にやって、そういうルールになって、それがいろいろ大阪とかいうので、ね、という、まあ僕はやる範囲では今、一生懸命喋ってみたいな。本当はちょっと喋って、今途中止まっていい。途中止まってて、途中喋らせろって言うんですよ。初めになんかこう、ルール決めて、僕たちも、でもルール絶対じゃなくて、いいことが見つかったらルール変えてもいいってやってるのと、同じように言い方も久野先生おっしゃってると思って、じゃ建設委員会があったらより良くなるんだったら変えていってもいいでしょ？その建設委員会がちゃんとこう、モニタリングしてるから、そこでちゃんとこう、ジャッジを行政の方にもサポートしてもらえるってことだと思うんで、それはすごいもう、僕たちにとってもありがたいシステム。だからあれです。森山市の私立図書館は熊が取ったんだけど、熊事務所にも報告、そのある
進行に従って報告を求めて、あの意見を言ったりはしました。あの、福野先生もあの今お二人がお話しされたようなことも、あの結局そのプロジェクトに連続性があるかということだと思うんですよね。最初にあのこういうものがあの欲しいというふうな要望があって、そこからやがて完成する建築というものが現れていく。まあそれはあのちょっとね、最初は予想してなかった形かもしれない、あというか、まあ、大体そうだとは思うんですけど、が出来上がった時になぜそうなったのかっていうのを、あの長いプロセスの中で最初と結果だけが見えるんじゃなくて、あのそこがずっとこう連続性を持ったプロセスによってできた。で、すなわちそれが連続性が担保されてれば、おそらく最後のできたもののいい悪いっていうのが、あの何に起因するものであるかっていうのもきちんと分かるというふうに思うんですよ。あのさっき野田さんおっしゃった最初の要項を作る段階であのちゃんと出れてないものがもしあったとするならば、それが原因であったっていうことがちゃんと分かるかどうかなんですよね。だから山田さんの解説で申告率がまさにそうじゃないですか。その通りですね。ずっと問題にして、はい、あの申告率はだって未だにあの一番最初のコンペの要項を誰が作ったかなってのは分からないものだと思うんですよね。あの正確には分からないものになってます。まあ、そこにブラックボックス、どっかにブラックボックスが存在してしまうと結局は何に起因して結果があのこういう結果になったのかっていうのが分からないということが起こってしまうんですけど、まあ今はね、まだまだいろんな、例えば SNS であるとか、いろんな情報発信の仕方があるので、リアルタイムに発信しながらフィードバックを受けていくっていうことが、あの市民との間でも当然可能だと思うんですけど、今、あの、まさに進行中のプロジェクトをね、いろいろ、あの、書いてらっしゃる、あの、まあ、なんで、大倉聖地でしたっけ？大倉、はい、あの、事務所ね、あの、大倉聖地もそうですし、あの、パシモンヒルズもそうだと思うんですけど、あの、何かそういう情報の発信の仕方みたいな、ものに関して、今のプロセスの中でやられているような試みというのはあります。つまり、常にプロジェクトが進行しながら、まあ、今日我々、例えば工事中で今こんな感じで、ちょっとでこういうこと考えましたみたいなことを報告受けたんですけど、ああいうのっていうのは、その地域であったり、なんか表現されてるんですか？それは、そうですね。もうちょっとアナログな、夢の公園頼りっていう。をあの新聞が発行してたり、はい、発行してたり、うん、あとインスタグラムやってたりとか、うん、ということで、うん、たりとか、あと創造会議っていう、その、もうちょっと有識者に近い、今回インクルーシブな遊びじゃなくて、その、盲学校の先生とか、老学校の先生とか、そういう、あるいは地域の方とか、集まってやってる会議っていうのが、今、月に1回ぐらい。それは、一番最初から今も設計終わって建設中の部分です。そういう発信に対して地域の方からなんかフィードバックみたいなものはあったり、創造会議はすごいフィードバックがあって、やっぱりこれだとそれはいいですね。はい、それは楽しいですね。あれだと車椅子が危ないとか、こういうのと危ない、こういう子が危ないとか、そういうかなり具体的なやつそれちょっと面白いですね。ちょっと詳しくいつか話を伺いたいと思います。はい、創造会議面白いです。パシモンヒルズはどうですか？僕らがやった、ごめん、だから、ちょっと僕は記者さんだけど、一生懸命メモ取ってたから、もう一遍戻って、コメントをして。また難しい流れになります。でも、今の流れの話で言うと、この前、住田町の公民館は、あそこはすごくしっかりしていて、宇野先生がおっしゃってた、建設委員会みたいなものがあったんですけど、うん、審査員がそのまま、地域に関わり続けてるので、地域デザイン会議っていうのが、定期的にあって、そこで、今の進捗とかを報告する、で、そこでフィードバックがあるっていうのを、繰り返してたので、審査員の方がずっと、見て、それは行政の方ともずっとつながってっていうのが構築されてたので、すごくやりやすかったなという部分があって、で、まあ、コンペの要項って完璧じゃないじゃないですか。その時に、なんとなく、まあ、面積振り分けていくし、ゾーニングってなんとなくこう、伝えなきゃいけないから、書いてるけど、でコンペの出す時はそれ守んないと限定になるから、みんな守るわけで、でもそれが必ず正しいわけじゃないから、そこは、そういう、相談できる機会があれば、こうやったらもっと良くなるのにっていうのを、その地域デザイン会議を通じて、
行政側もそうですし、ワークショップで市民の方にも話して、こうした方がより良くなるっていうのは、まあ、続けてた経緯があります。ただ、まあ、やっぱり、要望作りはすごく大事ではありますけど、まあ、絶対じゃないから、やっぱり、まあ、プロポーザルって別にデザインコンビじゃないですからね、設計者を選定するわけですから、やっぱ案は変わっていくんじゃないのかな。まあ、根本を変えちゃダメだと思うんですけど、まあ、そこは変わっていくべきかなと思います。今の要項の話はすごく興味深い、プロポーザルいっぱいやられてる方々にぜひ伺いたいと思ってたんですけど、プロポーザルって要項ありますよね。で、あの要項って、まあ、ある意味ドライにいっぱい要条件が書かれてるじゃないですか。それこそ面積表みたいなのがあったりして、意外とそのプロポーザルの一番その重視されるものが何なのかって読み取りにくかったりして、ある種勘で決め打ちするところってあるじゃないですか。ここじゃないかみたいな。肝ここじゃないかみたいなのをやるところは、はい。ここが関わると、今度ね、大木の島っていうところでやるんだけど、僕が関わると、まず首長にこの施設についての思いをかけ、要するに、そこで、全体の方針が決まる。例えば、今やってる話ですけど、さっき例に出した熊が私立図書館を取ったときに、市長にこの図書館についての、思いを書きなさいって言って、まず、首長に書く。それから選考委員長に何を期待するかを書く。確かに今の施設では、その要求水準つったって、何が何平米、何平米つったって、先行事例とかね、例えば図書館なんかね、今どんだけ電子化するかみたいなスペースなんか全然変わるわけです。で、それも、それから一方で、図書館の書院っていうか、それを食べさせないといけないみたいな、人員をどうやって配置するかっていう確定要素もいっぱいあるわけですね。だから当然プロセスの中で、対応してもらわないといけない。やめるけど、首長に必ず思いを、だ熊の時は、宮本市長って、東大の建築の僕が手伝いってわけ。それは、本の森を作るんだって言って、こうやって熊の案は平米数が全然足りなかったんだけどね。それでも、とかね、議会説明ができないとかいろんなことが起こって、だけど、決めたんだから、それもいいです。ですけど、その思いをまず、設置者っていう。ちゃんと伝えてくれないと困ります。作る側が、その思いを、伝えて、それに従って設計者が知恵を比べ合うのが、原則というか理念だと思う。こういう場があって、この辺で喋ってもしょうがない。だから機会があれば僕はやるけど、仕事として来たらそういうことはあんまり言えないじゃん。それが問題。はい、なるほど。ちょっと、長谷部さん今思ってることもしよかったら。はい、コンペの話はまた21日の JIA の建築コンペとは何かっていうので。俺、参加しようかな。そうですね。いや、してもいいけど、むちゃくちゃ言うです。それって何がテーマなの、コンペ。建築コンペとは何のためにやってるかですね。ということで、それはちょっと一旦置いといて、質問が一つあるんですね。多賀町の、コミュニティセンターって、山本さんと一緒に行ったっけか。一緒に行ってます。まあ、一緒に行ってないですね。行ったんです。突然訪れたんです、夕方に。そしたら、館長さんがいらっしゃったのかな。で、なんとね、町長さんもなんか来てくれたりして、で、すごいなんか気に入ってるっていうか、もうできてすぐだったんですけど、そんな話を、その使い手がプレゼンテーションしてくれたんですね。いいからいいからとか思いながら見てたんですけれども、とってもなんかこう、好かれてる。建物が出来上がってるっていうふうに思ってまして。で、確か、僕は、公共建築を作るときには、建築家の公共性が試されるって、いうふうに、布野先生から多分習ったんだけど、違いますね。だいぶ前だから、誰から聞いたか忘れましたけど、そのように思っていて。今の流れで、
審査員なんですよ。審査員のセンスが、うん、大事で、そういう役割をしてる人がみんな建築家で教えてるんです、うん。そういうところにきちっとそういうあのルールの理念とあれを堅持して、いろんな事情がありますから、うん、その場その場で対応してもいいんだけど、ね。ちょっとまた僕の話に戻しますね。僕はあの公共はほとんど今やってなくて、その普段住宅とかが多いんですね。で、公共をやるときはその建築家の公共性が試されるし、住宅の場合は住宅の人と対話しながら作っていくっていうことになると思うんですけれども、ちょっとなんか世代が少し違うんで、同じ1900年代ですけど、ちょっとだけ違うので、多分その考え方がちょっとだけ多分違う部分があるなっていうふうに思ってお話聞いてたんですけれども、なんで簡単に言うとちょっと巻き込み型っていうかね、でなんかこう、自分たちだけじゃなくて、いろんなどんどんいろんな人をものすごい巻き込んで、それは柿の木さんもそうかもしれないけれども。そうやって作ってるように感じたんです。で、最近だとちょっと質問はここからなんですけど、最近だとちょっとコミュニケーションも取りづらいっていうか、コロナの話もあったりとか、そういう状況になっていて、で、なかなかそのコミュニケーションが取れないと、やっぱりイノベーションも起きないみたいなことが起きてるかなと思っていて、そんな時にお二人はなんかどんな風に、まあ、柿野さんもそうですけど、どんな風になんかこうやって対応していこうっていうふうに思っているのかなっていうのをちょっと聞きたいし、ひょっとしたら今やってることとかも聞けたらいいなと思うんですけど、それが質問です。コミュニケーションを、まあ、より、活性化するために何かしら工夫されているようなものがあるかとか、そういう感じで。そうですね。でも確かに今コロナだったら、例えば、熊本のプロジェクトとかは、全然ほとんどオンラインで打ち合わせをしているような形ですけれども、意外と山形のプロジェクトとかオンラインとかも組み合わせて、でも会えるメンバーはなるべく会ってやるみたいな、やっぱり対面でやるっていうことの方が一番重要なので、重要というかすごくこう意味があるように感じるので、山形とか今大南町でやってるプロジェクトとかはオンライン、どうしてもダメだときはオンライン組み合わせの中でもなるべく対面でやるっていう形になってる。熊本でも結構な打ち合わせってオンラインでも大丈夫になったなって分かったっていうのは結構大きかったんですけど、でも逆にオンラインではこうまかなえないものも明確になるというか、山形行ってみんなで芋煮食べるって別にオンラインじゃできないじゃないですか。で、やっぱりやっぱ建築やってると同じ時間と空間を共有するっていうことがこんだけ力あるんだっていうのが、やっぱこう、そこを信じてる人たちの集まりだと思うんで、やっぱそれにふさわしいタイミングって絶対あると思うんですよね。プロジェクトのいろんな段階で。でその時にはこうやっぱオンラインじゃなくて対面で行かなきゃいけないっていうかな、行きたいっていう、まあ多分お二人の場合は結構決定的なそのコミュニケーションというものが、まあ、あるいはその建築を中心とした、共同体みたいな感覚っていうのがすごく決定的であるというのがすごく今日の部分聞いて感じましたけど、どうでしょう、柿の木さんの場合はどのくらいそれは決定的になりますか。まあもちろんオンラインでやらざるを得ないんですけど、なんだろう。最初ってやっぱり時間と空間を共有しないと無理だと思ってるんですよ。ある程度の信頼関係が築けてからじゃないとオンラインってできないと思ってて、まあそれ、まあ僕、リモートでお仕事してるんですけど、それはまあ新人教育とかも含めて、まあ失敗談もあって、もうそれは痛感してて、だからまあ、ある程度はやっぱ最初、そこは共有しないと、コミュニケーションでは成立しない。だから、じゃあ、なんとなくそのアイスブレイクのところは、やっぱり、コミュニケーションというものが成立しないなと思って、あと、大人数で一気に会話するのもなかなかオンラインも難しいので、
で実際設計がドライブしていけば、あの画面共有でモデリング、ね、表示して、あだこうだ書き込みながらってやれるんですけど、やっぱ最初は合わないとどうしようもないかなというのが、もう痛感しているところです。オンラインもいいことなんですね。そうですね。うん、いや、まあね、無駄がないじゃ無駄がないんですよ。雑談が減るんで、オンラインで。けど、その分抜け落ちるものもあるかもしれないですね。ちなみに、小笠原さんは、その、この中でそういう仕事に対して思ってることとか、もしよろしかったら、先生、先生で、学生に対してとか、思ってるそうですね。はい、まあ、大学でね、スタジオをやったりするときなんかは、特にやはり対面でないとなかなかわからないこと。当然、実は、オンラインだからこそわかることっていうのもあったりして、結構図面って遠くだとよく見えないんですけども、こういうところに図面を映すと、はっきり見えたりとか、細かいところまでわかったりするっていうのもありますけども、模型なんかはね、特に、なかなか実現じゃないと、対面でやらないとわかんないなっていうことはすごい強く感じています。で今回お二人の話聞いて大変非常に面白いなと、長谷部さんと多分近いぐらいの年齢なんで、かなりいろいろ世代が違うんだなってことを強く感じたんですけども、なんか受けた印象としては我々の世代で多分設計をするっていうと基本設計をやって知識設計をやって物を作るっていうのを設計をすることだっていう意識があったんですけど、なんとなくお二人はその設計をするという環境を設計しているような気がしていて、どのようにそういうものを作って人をまあ巻き込むということもありましたけども、意識的にやられてるんだな、価値の共有されてるんだなと思ったんですけども、何かもしそういうコツみたいなものとか普段から意識されてるようなことがあったら、多分視聴者の方にいろいろ聞いてみたいなと思っていると思うので、ぜひ何かアドバイスでもあれば教えてください。そうですね。もしも、なんかその、建築、やっぱり建築を考えるっていうことが、なんかいろんなことが含まれるというか、なんかその人と対話することとか、なんかこう、まあ、建築って例えば大学だと工学部建築学科で工学の分野に属しているものだけれども、実際には何かに例えば人類学的な見解っていうかこうであったり、哲学だったり、あるいは文学だったり、音楽だったり、さまざまなものが建築っていうものにこう流れ込んできて、建築っていうものを豊かにするっていうのも思っているんですけども、なんかそういうこう、建築を考えるっていうこと自体が人間が生きるっていうこと、全体を考えるとつながっていくって思いの方が、仕事をしてて面白いなっていうふうに思うので、なんかそれはこう、プロセスにおいても、単にこう、建物を作るっていうだけじゃなくて、一緒に関わっている人の人生に触れたりとか、そういう話を聞いたりするのは単純に好きっていうか、すっごい面白いなって、いろんな街にかけていって、どんな人がどんな生き方をしてきたかっていうのをお酒を飲みながら聞いたりするとかってことがすごい面白い。そうするのを聞いているうちに、だんだん、この建築を使う人たちっていうものが、それまでなんていうか模型の中にいる真っ白いこう典型みたいなものだったもん、だんだん色がついてくるような形で、こういう人がきっと5年後この場所を使っているし、もしかしたら100年後のこうこの人たちの子孫みたいな人たちにもこういう雰囲気っていうか文化っていうものがきっと受け継がれてるなってことがなんか実感できるようなところだったり、なんかそういうこう建築にまつわる建築を作る間に出会うさまざまな人柄や人々っていうもの全体に興味があるっていうのが、こういうプロセスを踏むっていうことに向かわせている。興味を持つということですかね。僕はもう、二人でやってるっていうことが、なんて自分の建築をこう広げてくれてると思います。自分一人でやってるより絶対、それは特に大西さんとやってるので、今、大西さんが話したように、やっぱ、設計者とか建築家にとっての建築ではなくて、
人間と建築の関係を話をしていて、でよく喧嘩になるのは、とは言っても具体的な設計にどうすんのっていうので、まあ、喧嘩になるんですけど、でもやっぱりそのどう具体的な設計にすんのっていうことがまだわからないんだけど、こうあった方がいいっていうことを議論できる、まあ、そういうこうなんていうのパートナーがいるっていうのは、僕の建築が広がっていってるなというふうに。おそらく小笠原さんの先ほどの質問に対する答えとしてまとめるならば、おそらくその建築家の職能みたいなのが広がっているという、職能の範囲というね、コミュニケーション的なものに広がっていってるということに従ってですね、おそらくその建築家にという職業のための資質というものも変わってきてるんじゃないかなというふうに思います。それが今お二人がお話ししてきたようなんですね、まあ、人に興味を持つというようなことであったり、そのコミュニケーション自体というものをすごく楽しめるというかですね、そういう資質というものを単にデザインや技術が高いというだけではなくですね、建築家の職能像として求められるようになってきているのかなというのが、多分お二人の今のお答えだったんじゃないかなというふうに思います。はい、時間なんですかね、これね。はい、最後に斉藤先生に大西さんたちの話を聞いて構造について思っていることとか、あとは活動について今聞いた話を踏まえて最後に。いや、これちょっと叱って。じゃあ、カメラ。大西さん、早田さん、お疲れ様でした。これでしょ？大丈夫ですね。ありがとうございました。本当に久しぶりに会えた。今日の話もそうなんですけど、やっぱり建築との持つ力っていうんでしょうかね。それはなんとなく改めて噛み締めたんですけど、この A フォーラムもちょうど8年前にスタートして、これオープンするだけでも、まあ、大変な一つの企画だったんですけど、まあ、今日、大西さんに見てもらって、8年経つと、この空間がいかにビビッと生き続けるか、これを一番見てもらいたかったと思うし、その感想を本当は聞きたいんですけども、まあ、半端なく活性化してるんですよね。特にコロナの時代ですから、まあ、この回も含めてですね。だからやっぱりスペース、それからその使い方とかですね、それから何しろこういう木のインテリア、家具があって、でこの照明私が考えたんですよ。幕でこう作って、ビスを一本も余分にしないで、柔らかい幕なんですけど、ね、なんかこういう光と、それからこのカーテンを大西さんと全部見出して、これがいいよね、みたいなね、やったりして。もう一つの素材がすごく生きているんですよね。で、今日の話でやっぱり僕、一番やっぱりなんか心にこう響いたのは、まあ、建築家が建築を考える。で、人間の、まあ、ハッピネスをこう追求するっていうのもすごく大事なことなんです。我々はまあエンジニアの立場で、そういうものをどう具体的にリアライズして、コストと工期をやるかみたいな一つの安全性を組む宿命なんですけど、ね、でも、このスペースが A フォーラムという名前がそもそも、まあ、この今日の会の差なんですけど、まあ、アーキニアデザインという言葉を作って、やっぱアーキテクチャという、まあ、一種の、まあ、想像するって言うんですかね、こんなものを作りたいっていう、そのイメージの世界と。で、それをどうやってリアライゼーションするかという、まあ、テクノロジーを組む、まあ、それが出会う場だというふうに考えて、で、今日思ったのは、そうやって非常に構想して難しい仕事を進める中で、普通はそこで止まっちゃう人が結構あるんですよね。で、CG 書いておしまいだよっていう、まあ皆さんイメージがいっぱい出てくると思うんですけど、でもそうじゃなくて、そこが一つのまた新しい出発になって、それを現実的にどうやって落とし込むかっていう、もう最後の最後のところまで、こうディテールまでやるっていう、なかなかそういう人いないと思うんですよ、今ね。なかなかいないですよ。大御所もそこまでいないで、もう、どっかに分かってとかね。まあ、コンピューター世界に行っちゃう。でも、それはちゃんと自分の範囲で、こう、
しっかりお二人で座ってるなって、超感動的なんですよ。で、今日の、ちょっと時間ないんで最後に、フォーさんこれ出してくれる？で、今日はこの、A フォーラムでですね、これは AB 研究会って言うんですけど、まあ、これに、並んでですね、いくつか研究会を立ち上がってるんですよね。まあ、超高層研究があったりするんですけども、何がいいこれいいや。で、それはこういう KT 会っていう会を作りましたね。で、空間構造デザイン研究会。で、本当はここに建築があるんですよ。で、建築と構造っていうのはよくこう言うんですけど、そうですよ。私はこの空間っていうのはとても大事だろうと。で、建築家のいろんな思いがこの空間にいっぱいこう張り付いて。で、我々はここで今度は構造のいろんな問題で。で、やっぱり思い描いた空間をどういうふうに、それをコラボレーションしたり、やってるかっていうあたりをやっていこうということなんですよね。ということで、やっとスタートをしたばっかりで、よちよち歩きで、今動いてるんですけど、まあ、もうさ、今回の、まあ、この目標一つは、まあ、アーキテクトの方とエンジニアが一緒に登壇するような場面をまた作りたいと。今日の話、はい、また、はい、再度お声がかかるかもしれない。よろしくお願いします。で、それにつれてですね、もう一つ新しく去年から立ち上げたんだ。これは、アーキニアンアウォードって、アンドショー。で、アーキニアンデザイン展という展覧会は、まあ、はい、お兄さんもね、みんなの家を出してくれたと思うんですけど、はいはい、あれがまあ、毎年小さいんだけど、学会でやってますけど、それをなんか形にしたいと思って、こういうアウォード。で、これは何かというと、一つの特徴は、重賞あり。で、賞金も出る。ちょっとそれ、支えることなんですけど。で、要するに作品賞ってはいっぱい GIM も学会賞もあるんですけど、まあ、それはそれとして、ちょっと切り口を、やっぱりそのデザインプロセスっていうことにすごく置きたいな。で、今日プロセスの話がいっぱい出てきたと思うんですよね。だからそこを、なんか、大事にして、ものづくりとか人づくりを含めて、ことづくりで、ということで、今、ジャンボコイロボリありますけど、この川口先生がやった。要するに、科学と美術と芸術が一体になったっていう、まあ一つの。これ、どこも賞もらえないんですよ、これ、出して。でも、これは、アンド賞としてあげたいね。というふうに、新聞。ということで、昨年は、第1回やった55作品が集まりまして、最優秀は、磯崎新さんを筆頭に十数名のメンバーがもっと減らしてるって言ったんですけど、誰も減らせないっていう、みんなパートナーで入ったりしてですね、まあ、いろんな方が、建築家の方が一人出すのもいますし、エンジニアと組んだり、いろんな。ぜひ、今日のデザイン、まあいっぱいあるんですけども、JIA で撮ったらもう一回ここでね、選考委員を悩ましてくださということでね、ぜひ、こういう会を元気づけるためにも、お二人にぜひ、ね、と言っても最優秀いきますとは言えないんで、選考委員は、去年は堀越さんに伺って、で、日学的審に行った磯さんと、陶器さん、三人審査員、我々東京を取り巻いて見てます。で、今年は福島さん委員長ということで、まあ、そこでやります。で、最後は、去年は12人ぐらいが、建築学会の大ホールで、ハイブリッドで発表します。で、結構あそこ借りるとね、学会主催でお金取られて大変なんですけど、でもそれは発信性が強いのでやりたいと思う。ぜひ、見ていただいて、参加していただければ。ありがとうございます。ということで、現場をぜひ見たいと思います。はい、ありがとうございます。ということで、まあ、いろんなお話したいことありますが、とにかく今日は、お二人に来てもらったということで、大変ありがとうございました。ありがとうございました。今日は、ありがとうございました。では、A フォーラムのアーキテクトビルダー、新築と設計と生産の研究会の討論会を終わります。また次回でやるんで、よろしくお願いします。あ、じゃあ、ちょっと待って、次回。あ、やばい。まだ、この先生がやっております。いや、次回。次回の話の予告は11月の9日。はい、次回は11月9日、松村淳さんっていう、建築家として生きるっていう本を出された学位論文ですけど、関西学院、
これは日本の建築界の構造を書かれる。彼に基本レクチャーしていただいて、小笠原先生にコメントした、あともう一人、建築家をお呼びしますけど、それで、もうちょっと建築家の置かれてる構造的な話は僕としてももう一点で、こういうスター的な。13日。いや、13日、ごめんなさい。次回は11月13日。いや、だって、安藤先生がおっしゃったのを真に受けていた。という予告です。多分年内は、それで AB 券は、あれですが、あと、KD 券以外にも AJ 券、建築とジャーナリズム研究会もあってまして、とにかくね、年寄りは結構やる気でいっぱい、議論だけは、して、今日ちょっと飲みすぎて、いつもそうで言いましたけど、そういうのがこの場所ですので、本来は本当にここに20、30でだいたい飲みながらやりましょうというシンポジウムの場所でした。ハッピーです。これは安藤先生じゃあ閉めて。いやいや、もう閉まりました。閉まりました。それでは以上をもちまして、第23回の芝居にします。台湾で参加いただいた人は、ちょっとだけこれからお酒を入れます。それはよかった。じゃあありがとうございました。